チャンネル登録がまだの方はぜひこの機会に YouTube チャンネル登録無料をお願いします。 チャンネル登録がまだの方はぜひ、この機会に YouTube チャンネル登録無料をお願いします。 チャンネル登録がまだの方はぜひこの機会に YouTube チャンネル登録無料をお願いします。早く買わないと儲け損なうよ早く早くってささやきが聞こえる人です。これも小さな兆しになってきてるんではないですか。こいつですこれは。 本日はアイロゴス主催桜井英明ウェブ株式講演会企業 IR セミナーをご視聴いただき誠にありがとうございます。このウェブセミナーは Zoom での動画配信となります。それでは本日のスケジュールをご案内させていただきます。最初のセッションは桜井英明様の株式講演第1部になります。休憩を挟みながらの企業 IR となります。 最後のセッションは桜井英明様株式講演第2部になります。ご参加いただきました IR 企業の株価分析と注目銘柄解説がございます。注目銘柄解説では桜井様より注目銘柄のご紹介がございますので、最後までご視聴お願いします。長いお時間になりますが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。また、 主催の株式会社アイロゴスよりご視聴の皆様へ豪華プレゼントをご用意しております。プレゼント条件はセミナーを最後までご視聴いただき、IR 企業のアンケートにお答えください。また、セミナー放映中にお知らせするキーワード3文字がございます。そのキーワードをご記入いただいた方を対象にプレゼントさせていただきます。応募フォームからご応募ください。 ご応募いただいた方に、竜のトートバッグを抽選で15名様にプレゼントいたします。アイロゴス製作のオリジナルトートバッグで販売もしております。絵柄は双竜です。ゴールドの双竜は、金運や願いを叶えると言われており、風水では強い力を持つと言われております。絡み合う竜は、陰陽のバランスで幸運を引き寄せると言われており、 昔から重宝されております。普段お使いのカバンにしまうこともできる、いつでも持ち運べて使えるトートバッグです。送料は無料です。また、2018年度版、または2019年度版アノマリー大全集 DVD をご希望の方にプレゼントいたします。アンケートのご要望欄に DVD 希望とご記入ください。両方でも構いません。 ただし DVD の送料はお客様のご負担になります。着払いとなります。お時間になりましたので櫻井エメ株式講演会を開催いたします。第一部 講演テーマは新年の相場要件です。桜井様よろしくお願いいたします。えー、こんにちは桜井明です、えー。企業 I.R. セミナー株式講演会ということでお話をさせていただきます。えー、っとまずこの資料のというかポスターですが、まあストックボイスなんかでもご案内はしましたけれども。 いう声が多くていや目が行くのはイチゴじゃないだろうって思うんですがなんかみんなこれイチゴに目がいって多分まあ12月だからクリスマスケーキを想定してイチゴを出しているんだろうなとは思ったんですがどこにもケーキがないんですよこれ。何なんだろうってこれじゃあ,あの春の相場予見みたいなイメージになるんですがまあそれはそれとしてこれはきっと福岡の雨王だと思う。 ですね、土地おとめじゃないと思うんですがまあ「天王の甘い香りの新年」ということでお話を進めさせていただこうと思います。その前にご注意ください私だけにいい話は絶対に来ません何かっていうとあの年末になって最近増えてるんですけど投資詐欺で、えー、っと有名株式評論家の名前を名乗ってえー、っと 講習会だとか勉強会だとか銘柄教えますだとかいろいろ出てきてるんでまあついに私の名を語るメルマガの偽物も出てきて「桜井英明が新人さを語ります」とかですね「こんなのがあります」 っって言って言出てきたんですけどもあのそんなのないんで私あのそういうことをあんまりやってませんから私やっているのは「ストックボイス」と「ラジオ日経と」えー、っとあとどこだろう「野村 IR と」とあと「ストックウェザーと」とあとは「アイロゴス」ですねこれですねそれと「コロちゃん」っていうところぐらいしかやっていないんでそれ以外のところで私が出てきたら念のために確認をあと名古屋所検討記所とかそういうのありますけども。 あの確認をしていいただくということとうこお金を取ったりお金を預かったりは一切しませんので間違えずにちゃんと私だけにいい話は来ないというふうに一回考えてあのいろんなことをやるようにした方がいいと思いますしやっぱり自分で考えることが重要だと思うんで別にあのまあ今日しゃべりますけども参考にしていただければということでえっといただければよろしいかなというふうに思っております。 でまいちごのような甘い香りっていうことでスタートしますけどもう結論から言うと来年の相場見通しはこれです、えー、夏が高いそして、えー、と年末は冬日の石になるだろうというふうに考えてますんでまああのこの紙のように動くんだろうと思いますし今はね動いてくれるといいなっていうふうに考えているところではあります。まああの 根拠的にはまあ前もちょっと話したりしたかもしれませんけども結局買い方の信用期日がまあ来年の春だよねっていうところと日経平均で言えば10月4日が安値でしたから3万円飛んで487円そこ安値とすると売り方の信用期日が、えっと、2024年の4月っていうところになるはずなんですね。だかからそこに向けて1 3月はしっかり といいうふうふに考えたいところでだから推薦が逆行するから株価が上が,る上がらないのかっていうと何の根拠もないんですが4月の2日から25日8月5日から8月29日11月26日から12月16日ということでこれで見ていくと,、えー、っと4月のところそれからえっと8月のところからえ12月のところまあそれぞれあの前半後半っていうのはあるんですけども、まあ、その辺りでや,やや一服をしてくるんではないのかなって思っています。 で、えー、まあ、辰年ですから、十巻と合わせると、甲斐立つになってきます。えー、甲っていうのは、これ、とにかく一番なんですね。えー、昔の成績表は甲乙平丁って出て、今見たか、一二三四五とは有料カードが出てきます。甲乙丙甲が一番いいんですね。で、優勢であることを表しているんで、とてもいいだろうということと。まあ、まっすぐに、えっ、ー、と、ずわっと大木のようなイメージがある。 ということです龍はなんと十二種の中では唯一架空の生き物っていうことなんで、えー、水や海の神様として祀られてきているんですけども、えー、竜巻とか雷なんかの自然現象を起こす大自然のダイナミックの躍動を象徴するものというのが龍なんですね。 まあ、立つっていうか竜が現れるとめでたいことが起こると伝えられてきたというところがあるんでこの2つが組み合わせてあるっていうのはとてもいいんじゃないかと思っています。がが現れるるととめでたいことが起こ起今年の3月にここでもお話したと思いますがまず金色の蛇の夢を見てその後ヤモリに遭遇して最後 カヌキに会ったら日経金は7000っっ、まあ、竜が現れてくるといいんじゃないかなっていうところですよね。で竜っていうとまあドラゴンにもなるんですけども架空の生き物の干支っていうことはちょっと1年ばっかし遅れましたけどバーチャルリアリティとかそれってなんとなくテーマになるんじゃないっていうことをふっと考えたんですね。 架空の生き物だけにねバーチャルリアリティって言ったところを一つのポイントとして見るっていうことはいいんじゃないかなと思っています。で、えー、と成功という目が成長してきて姿を整えていくっていう縁起の良さ、えー、これを表しているんで、えー、まあ明るい年にはなると思います。前回の「えー、達つ年」は2012年だったです。 えっとギリシャの経済危機とかあったんですけどもこの年に、まあ、アベノミクスが20 2012年の年末にスタートして、えー、8,000円台だった日経金株価1万円台に乗っかってきたはずですで7年ぶりに年間20%超の上昇したという年でした。そのの前前はは年ででですね前半は IT バブルの絶頂で、えー、っと3月までに えー、日経金株価は2万円に到達した戻り高値をつけたっていうところだったんでこの年も良かった1988年はもう完璧に良かった年で、えー、平成バブルのどった金が1989年ですからその前の1988年昭和63年っていうのはまあ同じようなピークをつける手前ですが実質株価は多分ピークだったっていうことと政局面から見ていくと。 えもうどっか行っちゃってますけどリクルートの未公開株が配られたリクルート事件ってこの年にあったんですよね。で、えー、っと株価は実はそんなに影響を受けてなかったっていうことを考えるとまあ令和5年の末期もまあ何て言うんですかパーティー券問題で。 えー、いろいろ政界も永田町もうだうだしてますけどもそれほど影響ないんじゃないのりくる運の時はものすごかったですからね、えー、何人もこう事情聴取されたりしてましたけどもそこまでいかったとしてもやっぱり、ね、その外部材料よりも内部材料の方が、えー、と強いっていうふうに見たいと思いますでその内部材料の最たるものは何っていうとやっぱり業績が上向いてきているっていうことですね。 えー、今週日経金株価採用銘柄の一株対利益は2 2 9 0円台まで乗っかってきましたというところ、まあ、ほぼ2300円去年の11月のピークが2238円これをずっと下回っていて抜けてきたのが11月に入ってからなんですけどもこれで業績が伸びてきてるっていうところを考えると、まあ、あんまり外部材料に左右されないっていうことが重要なんだろうというふうに思っています。で これは2023年の見通しですけどもまあそういうふうな動きだったよね夏が高い11月が高い、うん、師走の前半だかっていうのがひょっとしたら残り1週間で外れるかもしれないですけどもそんな動きにはなっていましたといったところすでに2年前から1年前,1年前から相場は静かで暖か,、うん、静か,で暖かく先にあるのは辰巳天井その動きでずっと来ているというふうに思いますのでこの連続線で動いてくるんだろうというふうに思っています。 令和5年今年の大発会で言っていたこと、えー、令和5年うさぎ年うさぎぴょんぴょん跳ねました虎、えー、年が令和4年でしたけども虎は走らず始めよくても終わりは尻すぼみっていうふうになったんですね2022年の相場は。 で2023年は春ランマン成果そして晩秋秋の季節感での高値感に遭遇してほしい年だと思ったらまあ高値観にはなってきましたけども晩秋の季節感というよりはこれまだ春ランマンの季節感っていうところでしょうメタこれがね消えちゃいましたよねメタバースは消えちゃいましたバイオ突発的に出てきました量子コンピューターほとんど話題になりませんでした 6G これも脈々と研究はしているんですけども結局テーマになったのは半導体っていうのが一番大きかったなまあこれまとめで半導体につながるんですけどもまあ大きな意味での半導体だったっていうことだと思いますここにインフラとそれから防衛関連のテーマが加わるでしょうっていうのが加わってきたと思いますえ伝統が古合になって信仰が競合になるっていうのはまあどこでも一緒でしょう っていうところだからレーザーテックの動きなんか見てるとまあ年間ずっと売買代金トップだったですし新興が強豪になったっていうそういう代表銘柄がやっぱり出てきたなっていうことがありますえ昨日までの常識は殻を破って新たな新状態に繋がったと思いますただ振らなきゃヒットは生まれないっていうところですしまあ振ることも重要っていうこととストライクだけを打つっていうこと。 ですよねボールを打つとやっぱりファールになるし取られちゃうしフライになるしゴロになるしストライクを一生懸命振るっていう作業は2024年も必要だろうと思ってますで、えー、と強い気持ちと強い意志できればその志っていう部分がないときついなとでし強い信念と過酷な練習それがないとやっぱり株だって投資家さんだって強くはなれないっていうところリズムも重要ハーモニーも重要 でもまあいろんな研究開発みたいな銘柄をやっぱり発掘してきたなという印象はありますですからまあそうだねって思える令和5年だったということですだから大発海これ意外な相関があってみんな言うんですね大発海が高いとその年高いだろうってこれ全く逆相関ですねえー、っとこれ2023年の大発海まで入れてありますけども 2023年の大発会は378円安でした大納会は3万円台で動いているわけですからまだ終わってませんけども年間ははプラス当落はプララスス落ですよね逆に2022年は大発会日経均501円だからさあ行けって言ったのに大納会26,094円結局年足で行けば陰線。 2021年は、これまた大八回が452円安だったんですが、年間騰落でいけば、これは1000円近くと九9000円近く上がっていて、年間は上がりました。2020年も、えっと、大八三23,204円、451円安でしたけども、大納千27,444円、年間はプラス。そして千、えっ、ー、と、2019年、1万、えー、9561円、大八百452円安。 だからこれ大体大発回って休み明けなんで結構値動きぶれるんですけどもおおむね4 5 0 0円ぶれてるっていうのが大発回の動きなんでおそらくそういう動きになるんでしょうねという感じがしますでちなみに2019年は大発回マイナスでしたけどもお大納会というか年間で見ればプラス逆に2018年は大発会740円までたんですが終わってみれば年間マイナスっていうところですからまあ 大発回マイナスでスタートしてもいいじゃないかぐらいの気持ちがやっぱり欲しいなっていうところですそれからさっきもちょっと言いましたけど225の採用銘柄の EPS えっと2023年の大発回の時2147円ですその前の22年の11月に2238円つけたんですがずいぶん減ってきましたなぜならばこれえっとこれ2023年の最安値をつけた日ですね日経平均が。 で247円まで下がって2200まあ2300円ということは1年間で一株当たり利益300円近く増えたっていうことですよ。あごめんなさい200円近く増えたっていうことです200円っていうことは年間でやっぱり一株当たり利益10%増えてるっていうことですからこの流れは続くんだろうなっていうふうに思ってますし5年前見ると,、えー、と123452019年大発回1763円。 だったし EPS がそこから見ると随分増えてきたなっていうふうな感じで物事は考えていっていいんじゃないかと思っています。おそらくえっと2024年中に一株当たり的2500円っていうのは出てくんじゃないのかな。もちろん為替の影響っていうのはあるとは思いますけども、ダイのレポートなんか見ていると主な主要企業は 一円の円安で、円高で、えっ、ー、と経常利益が零点五パーセント減るよみたいな調査結果出してきてますけども、ビビたるもんでそんな為替なんてあんま関係ないよねって考えた方がいいというふうに思ってます。さっきちょっとラジオで喋ってきましたけども、日本株に投資するメリットってどこにあると思いますかっていうふうに考えたときに。 これ日本で住んでる人が日本株に投資をする最大のメリットは為替リスクがないっていうことですねもう周囲の雑音に惑わされずああだこうだとかアメリカだとかヨーロッパだとか関係なくまあ関係ないこともないですけども日本の企業の業績だけを考えればいいっていうところですけどもある投資家さんは言いました「えー、来年のテーマはいちいち反応しない」。 これ正しいいと思いますよどうもその金融系っていうか FX 系の連中の話を聞いていると毎日毎日経済指標があって毎日毎日いろんなことが起こるなって思いがちですけど実質いちいち相手にしなかったのが今年は正解だったと思うんですね。株式投資やってる以上それでいいと思っています。まあ最近は米株に投資する人も多いですけどもリスクが倍になるんですよね。 で別に今はニューヨークいいねナスダックいいねとかうらやむ時代でもないですし自分たちが見える範囲で投資をするっていうことでいいんじゃないのかなっていうふうに思っています。で結論として去年の年末に「まあ、来年はうさぎ年だしえー、とミミちゃんっていうこのうさぎがマスコットになっている西松屋なんかが愛と銘柄だよね」って言いましたけど。 まあ今年の絵と銘柄っていうことでいくとナンバーワンは西松屋だったなと言ったようなところで年を,年を締めくくることができるんじゃないかよかったねっていうところです。<laughs> で、えー、とマトリックス2024年のマトリックスを作ってみるとまあこういう4つに分かれると思うんですね。でポイントはもう金利とか景気だとかではなくって日本については。 物をどう作っているのかそしてものづくりだけではなくてててソフト化してきてますよ、ねまあソフトウェアっていう意味のソフトもあるしサービスっていう意味でもソフト化ってもありますしそれの兼ね合いと重要になってくるのは地価これはあの知識の地位と価値の下での地価ですけども土地の値段じゃありませんが地価経済っていう部分が 多分重要になってくるだろうというふうに思っています。ここの動きをどう見るのっていうところ、だから、ちまちまとした為替動向なんて一応入れてありますけど、そうじゃなくて、ここをポイントとして考えていくアメリカ、アメリカは FRB を気にする人がたくさんいますけども、それはそれでいいとして、結局ね、FRB が何やろうと、ニューヨーク株上がってきたの。 ですよね。金利が上がるから株が下がるって大して下がらなかったでしょっていうことを考えると、その、海外の情勢にいちいち目くじら立てるんじゃなくって、ポイントはこっちですよね。企業業績。特に成長産業、マグニフィセントセブンここが、えっ、ー、と、今の上、今の増益を継続できるかどうか、これが最大のポイントだと思います。それから、11月5日に予定されている大統領選挙。これは、 民主党バイデンさんなのか再選あるいは共和党から新たな候補トランプさんあるいは新たな候補が出てくるのかどうかこの行方によって変わると思いますで今あたかも民主党政権の中で株価上がってきているように見えますがニューヨーク市場は実は共和党政権の方がフレンドリーっていう部分があるんでまあトランプさんは、えー、とやってることを言ってることがエキセットリックなんでちょっとやりにくい面はあるんですけども 共和党政権の時の方がアメリカ経済はというか市場は非常に安定的、成長的っていうことが言えると思うんで、まあ11月まで引っ張りますけども、ここがポイント。ヨーロッパは あの南ヨーロッパが大変だよねっていうのはあんまり相手にしないで ESG がどっち向くのっていうのとドイツの復活感があるのかどうかここですねフランスなんかあの偉大な農業国家ですし南ヨーロッパなんて観光立国ですからここはあんまり相手にしないでドイツこれはものづくりという意味ではやっぱりヨーロッパ最大ですしヨーロッパ経済を支えているのはドイツですからこれがどっちに戻ってくるのっていうところを重視する。 っていうことですねこれは微妙にロシアとの関係にも結びついてくるっていうところです。でよく市場の連中は特に為替の連中はいいんですが「いやギリシャ大変だよねギリシャ危機だよね」と言うんですが南ヨーロッパの GDP なんか大したことないんでそんなものに関わらずらはってなくていいと思います。アジア中東新興国の方がネガティブ材料としては大変なところがあるんで一つはやっぱり中国の不良債権問題はこれ収まらない。 5%成長とんでもない。えっ、ー、と、中国国そのものはね、5%成長できるよと言ってるんですが、どうもおぼつかないだろうなっていうふうに見てはいます。から、景気そのものも中国の不良債権と付随して、失業率そもそも発表やめちゃったみたいなね、国の経済指標なんて信じらんないし、景気はきっと良くないんだろうなと思ってますが、中国がどの程度世界経済に影響を与えるかっていうのは、マトリックスの中に入れておくべきなんだろうというふうに思っています。から、ウクライナ。 それからガザとイスラエルの問題これはまあ代理戦争みたいなところでこれ発展させればロシア中国アメリカっていうこの構図なんですよそこで漁夫の利益を得ているのは多分イギリスだと思うんでこの三者の関係をどうこなしていくかっていうことで根本的にこれは局地戦えっと現実にここで遭遇している方々とかお亡くなりになったも方も多いですし申し訳ないですけどもただ局地戦代理戦争みたいなところがあるんで 基本は米中ロっていうふうに考えていくべきだと思います。あとは新興国のところは特に中東は原油価格ですね。バレル70ドルなのか100ドルなのかあるいは下がって50ドル割れるのかこの辺は日本の経済にも影響を与えるんで原油価格にはちょっと神経質にしておきたいということと突発的によく出てきますが東太平洋の地政学ということはこれは中国と北朝鮮の軍事的な進出がどうなるのっていうところがネガティブ要因としてはある。 ということでこの4つを総合的に分けて2024年の相場を考えるということが必要だと思います。えー、っといつも断片的にバラバラといろんなニュースが出てくるんでその都度その都度反応したりそれのへのコメントを求められたりしますがまとめてみればこういうところになるんでまとめて考えましょうねっていうこと,、えー、っとスケジュールだとか経済指標だけで株価なんか動大きくないんでそれはさまつなこと。 っていいう,うに置で、えー、とこういったところの基本で丸抜をつけながら今はどっちが優勢なのっていうことを考えていくことが、えー、2024年の相場に対峙するためには必要だっていうふうに思ってます。でえー、っとまあ相場に気を配って銘柄に詳しくなりましょうねって当たり前のことを言ってるだけの話です。あとはまあこ基本に帰りましょうって話ですよね。前にチリの 本とか西洋史の地図帳とか見ると,えといろんなことが見えてくるって言ったことありますけどもえ山川書店の本なんかも紹介したことありますがやっぱり歴史まあ今度は地理ではなくて歴史から見るといろんなものがこう進歩してきてるよねっていうことですね。まあはもともとは人間農業で生きてたわけで重農主義それが産業革命っていうところで重工業が出てきた。 それがさらにににもっっっと楽になって業になて業た人間楽にできるようになるとアミューズメントの世界になってソフト化してきたそして、えー、と知識とか価値っていうところさらに進むと世界から宇宙最後はやっぱりもう一回戻るアミューズメントで凶楽みたいなところになると思うんですがこの流れの中で今どこにいますかっていうと多分ソフト化と知価値っていうところに入ってきてると思います。えー、もはや まあ重農主義に戻ることもあるんでしょうけども重工長代っていう部分もまあ成熟はしてきました軽工業も成熟はしてきましたしかしこの今度は重工業と軽工業に対して知的財産だとかそういった価値がどう付加されるのかそこがポイントになってくると思いますでもう一個地理っていうことでいくとやっぱり日本中心に地図考えるとダメですよね まあこれはあの地球儀チックに見ると日本中心に太平洋の真ん中に置くんじゃなくて大陸を横っちょに置いてみて考えると地球儀で考えた日本からアメリカに近いのは北海道ですよでえと東南アジアに近いのはやっぱり九州ですよでその意味ではえとラピダスを札幌に持ってって TSMC を熊本という九州に持ってったということは将来的にやっぱりこのつながりっていうのを重要にするっていう意思が 多少働いいいてててるって考えていいと思うんですねなぜならばまあ生成 AI だとかそういったものに必要なデータセンターイコールサーバーですけどもこれは、えっと、国内だけに置いとくにとどまらず世界のデータセンターを連携させないと生成 GPI なんかなかなかうまくいかないそのためには各国のデータセンターを結ぶという作業が必要になってきます。 その結結ぶぶとといいう作業は多分海底ケーブルで結ぶと思いますあの電波飛ばして宇宙からっていうことではなくて電波飛ばして宇宙からだったらどこの場所からでもいいんですけども海底ケーブルで結ぶっていうことになるとやっぱり近い距離東京からアメリカ行くよりも釧路からアメリカ行った方が稚内か,からアメリカ行った方が近いんですよね。その地理的感覚をやっぱり入れておくっていうことはとても重要だろうというふうに思っています。 あとは、まあ、2023年に一番問題になったこちらですけども、要は PBR 一倍問題等々の発展成長性調整についての記述っていうところ、これ年が変わると1月15日に、えっ、ー、と、開示企業の一覧表を出してくるっていうことですね。さりげなく書いてあるのは毎月更新ということは、 この資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については毎月通信簿が出てくるっていうことですからとても大きなファクターを持ってくると思います今まで以上にえっ、ー、と PBR 一倍問題とか情報開示っていうのは厳しく問われる年になってくるっていうことです現実に動いていてものすごいですね IR をずっとやってますけどもまあ あの、上場を間もない、IPO 間もない企業とか、あるいはスタンダードの企業とかが一生懸命やってるのは、ここも数年ずっとそうですが、えっと、これ年後半になるにつれて、また出てきたのが、誰でも知ってる大きな会社。時価総額ランキングで言って、100位ぐらい、まあ、極論すると、時価総額ベスト10の会社が何社も、え IR をやりたい。 っていいう,うに言い始めました問い合わせが来始めましたということは数年前に同じようなことがあったんですがその時はこれも誰でも知ってるような大きな会社が、まあ、数社えここが個人向けあるやるのみたいなところが出てきましたけどもまあいろいろ出てきてます。それから、えー、と特に え、東証が言っている売買代金の50万円以内にしてよね、みたいなところがあって、分割して買いやすくなったような大企業なんていうのは、やっぱり分割はしました。買いやすくなりました。次にやるのは個人投資家さんへのニーサーへの対応だとか、対応っていうかね、買いやすくなったからニーサーで買ってちょうだいよ、みたいな IR をやっぱりやりたいねっていう意向が出てきてるんで、2024年はかなり、えっと、IR は ガンガンにやられる年になるんじゃないかと思いますある証券系の IR 会社はもうとにかく IR やってくれっていう注文ばっかりで人が足んなくて対応できないっていうようなことも言ってますしそういうのを考えるとまあここのところは影響度合いとしては大きいなというふうに思っています2024年変わるのは売買時間変わりますねこれ11月からですけど引け、えー、が3時から3時半に変わってきます 先物も,のも,もほとほぼ一年中やるようになってくるなといったところがあります。ということともうこれ1月から証券コードの4文字4桁にアルファベットが入るっていうふうになります。たまたま今週上場した会社のインタビューしてましたけどよかったですね年内に上場して来年上場だとアル,アルファベットのコードになっちゃいますよって言ったらそうですねよかったですって言ってましたけど、まあ、ちょっと変わってくるといったところです。 で来年のテーマとしてやっぱり半導体外せないっていうところまあ半導体 DX っていう人多いですけど、まあ、半導体改めて考えてみると、まあ、半導体蓄電池計算省の考えは最終的には全ての産業をデジタル化したいっていうこの黄土色のところですがスタートはここですね半導体とごめんなさい半導体と蓄電池から スタートっていうここが2023年に頑張って2024年も頑張るところですよね。で、えっと、クラウド、あるいはまあサイバーセキュリティってあります、クラウドっていうところでは、データセンターというキーワードが出てくると思います。民間に出てきますので、データセンター、それから通信機器、それから 5G って出てますけども、これ今も研究開発段階は、ビヨンド 5G なんで、6G ジー。 っていうところに興味の対象は移ってくると思いますでデジタルインフラを整備してデジタル産業にしていくっていうところで経産省が言っているのはデジタル産業デジタルインフラ半導体蓄電池が大黒柱でこれは強化するから必要不可欠だよお金かけるよって言ってるわけでこれを見逃して来年の相場はあまり語れないんだろうなと思ってます。この資料は何回か使ってますけども、えー、ポスト基金 っていうことでこれ国も予算も使い方うまくなって単年度予算じゃなくて基金を作っちゃって副年度ででややろううといいこっていうことでやってきています、まあ、それが問題だって今野党が言っていて基金の内容をちゃんと出せよって国会では言ってますけどもまあ動きやすくなってきた。ということで特に半導体っていうことでいくとここですね。えっ、ー、と前工程ってよく言います。まあ 国別企業名でいけば東京エレクトロンかとかスクリーンとかキャノンからシリコンウェー作ってるここに出てませんけど新 S 科学なんかも入ってくるでしょうしまあそ,その辺の周辺部品という意味ではレジスト作ってる JSR なんかが代表的なものとして言われてきてますあと工程当然ながら TSMC なんかもいますし新興電工とかソニーヤマハらえから、えー、とレゾナック、えー、昭和電工ですねスミトンベイクライトトーレ なんかがこの中では入ってきているということですかこの表結構重要だろうなと思っているのと,えっとちょうど12月の13日から15日までの間にセミコンジャパンというイベントが開催されましたそのセミコンジャパンを開催しているところのホームページに行くとスポンサーがまず載っていますセミコンジャパンのスポンサーって誰っていうと まあ皆さんのご存知のところでいけばディスコ半導体の切削装置あるいはスクリーンそれから東京エレクトロン日立なんていうところがスポンサーとしてこれプラチナスポンサーで入ってきてるからえっとゴールドスポンサーまあプラチナのもゴールドより上なのかなアドバンテストそれから JSR それからアプライドマテリアルニコンエバラそれから東京精密 ということは、半導体についてこういう企業群は、やっぱりパワーを注入してお金も使って、これからまだまだ伸ばしていこうっていうことを考えているんだろうなということが理解できると思います。えー、っと、その他のところで、ワークフォースデベロップメントスポンサー、堀場製作所、サムコ、トーレ、村田、 っってててたところが出てきてますし下のところでもそれに加えてディスコだとかレゾナックなんかが加わってソニーも加わってきてるっていうところでこういう企業が特にセミコンを講演しているっていうことは半導体等々を講演しているっていうことにつながってくるという理解をすればいいというふうに思っています。で改めて半導体って何っていうと。 まあ皆さんそれなりの答えはちゃんとお答えになるんですが要は半導体って電流を通す能力と通さない能力の2つを持っている素材っていうことですね。だからっていうことで考えていくと二進法ですから当然ながらコンピューターは二進法なんで対応がしやすいっていうところ。でその作り方って見ていくと。 まずは回路パターン設計どういうふうに半導体を作るんだっていうところで見ていくとこれは孫、あのー、さん SBG が出資したイギリスのアーム社なんかはこの設計ですよね。孫、えー、さん3兆円出して5兆円になっちゃいましたけどもも儲かったっていうのがありましたけどもこれをアーム社は握っていたっていうところまず,まずはこの設計のところ次はコンピューターのマスク。 を作りますこれフォトマスクって言いますけども金型みたいなもんですねこれを作るっていうところですそれから今度半導体ウエハーこれシリコンインゴットってありますけどもこれシリコンの塊ですシリコンって信越化学とかが作ってますけどもこれを切り取ってでそこにえっ、ー、といろいろ転写をしていくっていうことですがまずはシリコンインゴットを切断しなきゃいけない そ,そもそもシリコンインゴットを持ってこなきゃいけないっていうのと切断しなきゃいけないっていうのも出てきますしこれ結構重要なところです。で、えー、っとこのシリコンインゴットってこの間ある倉庫会社の社長に聞いたんですけど例えばえー、っと千歳とか熊本に。 こういういシリコンの倉庫を作っておかなきゃいいけないなぜならば半導体の工場ができるからその倉庫ってシリコンインゴットを5年分ぐらいに入れてるんですって5年分とはものすごい量ですよそういう倉庫の需要が出てくるってことですねで、えー、とウェハにしていくっていうことで今度はこれ磨かななきゃいけないけですねここで磨くっていう技術では例えば半導体絡めフジミンコバレットなんかがよく話題になりますけどもシリコンの表面をツルツルにしてウェハの表面をツルツルにして 研磨剤が必要になってくる。研磨パッドが必要になってくる。磨きます。出来上がりました。そしたら、表面を酸化します。で、薄い膜を作ります。白膜って言ってますけども、これが0-2のところですね。で、その白膜ができたらどうするか。フォトレジストという特殊な薬剤を塗ります。 これは光を通過させた時に残るようにしてくれる元々の設計して残る回路が残るようにしてくれる薬剤これ作っているのが東京加工だとかレゾナックなんかがやってるわけでこのシェアが高いから日本は半導体の最先端にもすぐ行けるっていうことですね。で4番のところに行くと今度はフォトマスクとか出てきてますけども光源光パチッと当てるわけですね。 光パチッと当てると写真と同じでこのレンズを通してフォトレジストを通して焼き付けられるわけです。で例えば後ろ電気なんかがこの新しい光源作ったよっていうのが12月になってえっと材料としては出てきましたけどもそこでようやく焼き付けられる。で焼き付けただけじゃダメでエッジングっていうところで白膜だとかをこう取っていくっていうことそして洗います。 フォトレジストを剥離しなきゃいけない。写真だって、ンガシのあった写真、現像した人、わかると思いますが、インガシに光でパチッと焼き付けたら、今度は水で洗いますよね。あの、現像液取るために。同じなんですよ。原理はこれ写真を、撮った写真をネガから写真にする工程とほど一緒っていうふうに考えていいと思います。で、これ洗い流す時の水は、 綺麗な水じゃいけないんで超純粋っていうのを使いますけどもその意味ではやっぱり水のところも必要になってくる。でまあイオン注入しますっていうことですね。で、えー、平らにします。でえっ、ー、と脇に電極つけます。<laughs> 電気が通らないといけないんで電極をつけていきます。で出来上がったのどうなのっていう検査っていうのをやっていきます。今までが前工程。 って言われるところです次が「後工程っていうところで、まあ、ダイシングって書いてありますけども一つ一つのウエハーから今度は切り取っていくここにダイヤモンドブレードとか書いてありますけども、まあ、こういう切り取る部分なんかを例えば今年上昇したテクニスコなんかはこういったところやってるっていうことだというふうに考えていいと思います。でワイヤーをつけていって最もらしい半導体の形にしていきました。 で、えっ、ー、と、チップなんかをつけて最終的に検査します。まあ、最終的な検査とかいろんな検査、半導体検査装置っていう意味では、すぐ頭に浮かんでくるのは、アドバンテストっていう会社が浮かんでくると思いますけども、これだけの工程を経て、半導体ができてくるっていうことです。従って、関連している産業はたくさんありますし、この切るところだったら、 えーとディスコなんかも関係してきますし、そういう広い範囲を持った半導体っていうのを改めて確認してみると、あ半導体ってそういう用途で何に使われてものすごい重要なんだなっていうことがわかると思います。でこの図については何回も使ってますけども、大きな違いはまずは これ令和2年3年の予算のところですけどもバッと見たイメージでいいと思いますがブルーが半導体で赤が蓄電池のところで緑がバイオです。経産省が使ってるお金ってやっぱり半導体と電池とバイオに使われてるねっていうのはこの色分けだけでもわかると思うのとそれがえっと2004年度去年の補正予算になるとどうなるかっていうとですねもちろん 金額的には半導体のブルーのところは多いんですが、どうも印象としてはですね、えっ、ー、と、赤の蓄電池のところが増えたなっていうイメージと、それからグリーンのバイオも増えてきたなっていうイメージに変わってきているんで、まあ今、令和5年度の補正予算なんかもやってますけども、令和4年度で増えたここのところっていうのは、この勢いでいくとするとですよ、これ、あ、ごめんなさい、令和4年度で。 令和5年度になった時にこれ蓄電池なのか半導体なのかはたまたバイオなのかそれともクラウドなのかこの違いクラウドまだ少ないんですけどえとソフトバンクのクラウドと右上のところの桜インターネットのクラウドこれが目立ってきているねっていうところぐらいなんですねだからこれが来年増えていくのどうなのっていうのがとても興味深いポイントになってくるなっていうふうに思ってます。 まあこれだけ見ていても2年3年と違っての北海道の桜インターネットのラビダスが出てきましたねっていうところとあと電池のところを見ると旭化成とか電化とか関東電化東海カーボンそれからえっとごめんなさいえパナソニックこの辺トヨタも含めてあとは蓄電池のレゾナックとかが出てきてるんでこの辺をターゲットにして。 やっぱり来年相場展開を考えていくっていうことは必要じゃないかというふうに思います。以上で前半戦終わらせていただきます。ありがとうございました。ここで一番目のキーワードをお知らせします。キーワードはしです。ここで準備休憩時間を取らせていただきます。 チャンネル登録がまだの方はぜひ、この機会に YouTube チャンネル登録無料をお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひ、この機会に YouTube チャンネル登録無料をお願いします。 お待たせいたしました企業 IR セミナーを開始させていただきます東証プライム上場証券コード7856萩原工業株式会社ですあなたの近くにきっとある日々の生活から産業活動まで暮らしの中のあらゆるシーンで萩原工業のフラットヤーン関連製品とスリッター等の産業機械が活躍しています ご出演は代表取締役社長浅野和志様です。櫻井様との対談形式です。それではよろしくお願いいたします。浅野社長こんにちは。こんにちは。ちはお忙しいところをバタバタの最中に出ていただきましたありがとうございます。ええとんでもないです。はい。でえっ、ー、と今日は資料も頂戴してるんですが、はい、この。 あなたの近くにきっとあるを今日は感じてもらえるようにお話を伺えればと思っております。はい、よろしくお願いします。はいあのー、概要ということで改めて伺いますけども、萩原工業さんでいうと倉敷ですよね。はい、創業の地そうですね。倉敷で創業しました。あの倉敷って繊維の町でして、えくられクラブをえ。それで学生服の町え。これは全て。うん 面からですね、綿からこうずっと伸びていった産業です。で、一方、萩原工業は、面、えー、じゃなくて、いグサいぐ、えー、の産地でもありましたので、い、えー、グサを集めて、それでごザを作る。で、ご座を作るときに、えー、横糸はいグサ縦糸が面の糸を使ってたんですが、その面の糸をプラスチックに変えたら、より面白いものができないかということで、えー、62年前の、えー 先輩たちは、この水島の地に、えー、プラスチックの糸を作る工場を作られました、これが萩原工業のスタートですこれ、社長、まあ、1892年っていうのは分かるんですが、その前の,その畳表のとこ畳のところっていうのは、もう江戸時代よりぐらいからおやりになったんですかあえっと、ね、うちはね、1892年は、えー、た畳問屋、問屋ですから。 で,できたものを集積して、それを売ってた。で、まだ明治時代ですから、当時からも輸出してたんですね、アメリカとかに、小座を。それくらいもう明治時代からグローバル化、片田舎のですね、小ザ屋さんがグローバル化してたと。まあ、その血を引いて、萩原工業は今でもどんどんグローバル化してます。 あの最近思うんですけど、はい、あの歴史の長い特に明治期に頑張ってた会社さんの DNA が、また今、開花してるような気がするんですけど、どうですかですね、やっぱりは、ま、僕なんかは昭和生まれのペいペいですけどあの、やっぱり明治時代の考え方、日本の会社が持ってるこの歴史、SDGs なんて今、改めて言ってますけど、日本だてこれ、江戸時代。 だかかららあった考え方のような気がしますだから自信を持って、ですね僕は日本流でいろんなことしていけばいいんじゃないかなというのを感じてますだから最近、ちょっと話はずれますけどあの、印刷会社さんが半導体とかやってるじゃないですか。はははいはい、はいでよく考えたら、印刷会社って明治って最先端企業です。 はいはい、そうですね、だからそういう新種の精神というか、受け継がれてるんだろうなっていう感じ、ああだから、<す>御社でもその畳のところからそのスリッターという、切る機械っていうのは、やっぱり最先端、最先端みたいなとこんそうですね、そういう見方されたら、確かにおっしゃられる通りだと思いますだからやっぱりその、温湖地震って、簡単には言えないんですけども、やっぱり歴史の中に、どうも明日があるような気がするんですよ。はい あの本当ね、振り返ってみるのは大事だと思います。はい、ありがとうございわれわれはどっちかというと、未来を見ることが多いんですけど、やっぱもう一回、明治のその、その、大塩は特に、あれですね、ねもう輸出やってたんですもんね。そう、当時からね、アメリカへ輸出してらたらしいです。だからやっぱり日本流というのは、やっぱり素晴らしいと思いますね。はい、そうですよねはい でえー、と戦後は萩原商店さんから萩原工業さんになられたということですねそれがちょうどプラスチックの糸を作る工場を作ったときに、うん、萩原工業として独立しました、はいでえー、とフラットヤン、これも一大改革ですよね、ですねあのおっしゃる通りで、このござの縦糸を、えー、普通のプラスチックの糸で作ってた、それだと多分会社はもう。 終わってたと思います。そこで先輩たちはいや、そうじゃなくてもっと面白いものを作ろうということでいろんなことに挑戦して、えー、フラットヤーンという畳表の縦糸とは違う新しい糸を作りました。まあ、フラットなヤーンですから、扁平な糸。たったそれだけのことなんですが、それにチャレンジしてくださった。で、フラットヤーンができた。で、それをもともと畳屋ですから、 織物ができるクロ,スクロスができるわけですね織物がじゃあこれを袋にして土の袋にしようとか、えー、コンバイン袋にしようとかカーペットの裏地にこれを使ったらどうかとかどんどんこう用途を広げてあ,あのそのですねあのパッションというかですね熱意これは今改めて見直さないといけない 今、うちに足りない、当時をもう一回思い起こして頑張らないといけないなとい,いやた足りなくはないと思います、ちゃんと伝わってると思いますでも、はい、要するに、図をですね、扁平にするっていう言葉で言うと単純ですけど、これ、すんごい努力あったんですよね。え、あのー、今、もう機械ができてますから、見て、普通の機械なんです。よよくよく 細かいところまで見ていくと、その糸を伸ばすときに、熱板の上をこう糸をずっとす,すらせるんですけど、その角度がですね、こう熱板の角度はあの飛行機の翼を参考にしたりとか、いろんな角度を研究して、今の角度が一番熱が伝わりやすいというような、もう本当にね、あの、苦労された跡が今残ってます。僕たちはそれで出来上がったものを普通に使ってるだけなんですけど、 ままだまだこれを改善していかないといけない。だかななとけ今は当たり前にありますけど、生み出すときは日、うん、日夜考えられたんでしょうね、先輩方。俺はもう多分寝ずにね、いろんなことやったと思いますよ。で、そらくそれは、ここ自動車でもコンピューターでも、同じような熱意を持っておられる、変革をやったから、今があるってことですよねそうです。だから日本の昔の人はすごいないうの今こ今、改めて、ね、痛感します。はい でフラットヤンができて、その延長線上で、今度は世界初のブルーシーシト一貫製造体制これもですねすごいチャレンジングというか、無謀な、ある意味無謀なですね、えー、ことを先輩方はやってみた、やられたんですけど、当時はあの糸は糸屋さんが作る、フラットヤンを糸屋さんが作る、それを織るのは織物屋さん、織ったものに表面にコーティングする、防水加工するのはこれ、ラミネート屋さん。 で、シートに加工するシート屋さんという、4、4社がですね、こう、バラバラでやってたのそれは全部うちでやろうと。いう、まだちっちゃい会社がですね、大きい工場を作って、食器を何台も買って、えー、スタートさせました。この勇気はもう本当素晴らしい。ただ、そんなうまくなかなかいかずに、ちょうどオイルショック。あ、そうですね。重なりまして、 えー、融資が止まったりとか、本当に先輩方は苦労されましたけど、それを乗り越えて、えー、今に至ると。だからこのブルーシートの一貫工場で、今、今ブルーシートじゃちょっと商売、ブルーシートだけじゃ商売できないんですけど、このブルーシートの一貫工場を作って、当時はブルーシートいっぱい売れましたから、それで会社の、えー、土台ができた。本当にあの勇気ある、先見の明がある、 先輩方だなと思ってますでもう一つこのスリッターというそもそも機械も売っちゃうよっていうここもすごいなと思うんですけど、はい、あのもともとその糸を作る機械も自分たちで作ったんですね見よう見まねでそれを売るんです先輩たちはで輸出するんですでいやそしたら同業他社が増えて競合が増えるだけなんですけど当時の先々代の社長はあの フラットヤンを全世界に広めたいと。そのためには、まあ、本当に、あの、基本的な部分の機械は、を売って、フラットヤンという素材を広めようということで機械を売り出したんです。で、その糸を作る機械を売ってたんですけど、どんどんフラットヤン業界がこうシュリンクしていって、フラットヤンの機械が売れなくなるんです、作る機械が。で、またそこで、 この頃はちょっと私も入社して間もない頃だったんですけど、じゃあ機械事業部を辞めようという簡単な決断を普通ならするんですけど、あの当時の私の上司とかは、あの技術、やっぱり萩原工業の中核技術は何かと考えた時に、切る、伸ばす、巻く、折る。これでその機械を作る。 ノウハウ。これを持ってるのに、そのまま捨てるのはもったいないと。で、その中核技術を活かした事業が何かないか。これを探し出すされたわけです。で、ちょうどその頃、スリッターのある老舗の会社が、後継者、事業継承で、ちょうど提携しようという話が入ってきて、これも運が良かったんですけど、 そこでノウハウをいろいろ勉強して、スリッター業界に日本で最高発で参入しましたあ当時、最高発だったんですか。はい、大手、大手今、今残ってる大手の中で、一番うちが最高発だったということですね。はい、で、で<つ>だけですかつ、社長、たまたまあの、本社の本社、本社ですか、これ、右下はインドネシアですか。<laughs> どこ,どこの工場ですか、これ。これはインドネシアです。インドネシアですか。はい、というふうにあの、海外展開もずっとやり始められて、えーとはい、大正二部が2000年、東正二部が2001年、東証一部が2014年というところですね。はい、はい、そうですということで、えー、ずっと拡大をされてきたで。今までのお話の根本にあるのは、やっぱりこれですか、おもしれや、すぐやってみよう。 すべ、はい、てもうこの発想ですね。あのとにかく、まず面白いと感じないと絶対人間って動きませんから、面白いと感じさせる、感じること、それと、すぐ、で、一緒にやろうという精神が萩原 <laughs> 工業のこの企業スピリットなんで、<laughs> 合言葉です。はい だから、東、あ、証、のー、にお見えになったときに、えー、の上場記念のインタビューをさせていただいたんですが、これを拝見して、すぐやってみうどころか、面白い会社だなと私は思いました、あ,の <laughs> ありがとうございます。ちょうど前の社長のときだと思いますけど、はいはい、意欲の塊のような社長でしたから。<laughs> もうねあの、パワーで圧倒されてますよ、うわ、すごいな、この会社と思ってですね。で、この… DNA です、うちのは、はい。DNA ですで、このやっぱり企業スプリットも、脈々と DNA として受け継がれてるってことですね。はい、で、これは現場の人も当然、この発想を持っておられるし、で現場から出てきた声が、はみ出す編み出せそうですね、今頃の若い子が、えー、っと革新と,創造という社長方針じゃもう分かりにくいと、えー、革新というのははみ出すことだと、想像、作り出すことは編み出す。 はみ出せ編み出せと。いうのを作ってくれました。まあ、その後に、あの利益出せとかいうのも、面白くみんな言ってますけど。あの <laughs> はみ出せ編み出せだけじゃだめだと。えー、まあ、これ冗談ですけど。はい、発想としたら。いろんなことを、を既存のもの常識を、もうはみ出して、新しいものを作ろうと。いう合言葉にしてます。はい、<laughs> そして、もちろん国内の拠点は、もう。ほぼぜ、ほぼっか、全国網羅ですよね。まあ、あの製造拠点は。 ある会社、フィルム会社買収した関係で、福島とか茨城とか高知がありますが大体がもう製造拠点は岡山県南西部、あと販売拠点が、まあ、東京、大阪、札幌、そういうところにあります、はい、でも、グローバルなんですよね、世界地図を見た方が分かりやすいですよね,ですねあの、やっぱり海外というなというふうに私たち先,先輩からよく言われました。 あの同じ日本だと思っていけと、文化はもちろん違いますけど、パスポートがいるだけで、世の中にはもっともっと市場があると、ですからもう原則、物が使われる場所で物作りをしたり、物が使われる場所で直接行って売る、だから商社経由とかいうのももちろんありますけど、それに頼るなと、自分たちで行って、自分たちで根付けと、その現地へ。というのがラ原国の考え方です。 つまり、萩原工業さんは自分たちで作る、そして作ったものを自分たちで頑張って売る、でで現場の声をフィードバックして、さらにいい製品を作ろうと、はい、この発想です、ね、そうです、で一番はその売れるところでものづくりをする、現地じゃないと情報が入ってこないんですよね、だから大きい工場、立派な工場を作るんじゃなくて、間借りしてでもいいんで、機械だけはうちから持っていって、雨風しのげる工場で。 ものづくりをする、売ってみる、いろんな情報が入る、製品開発をする、これで世界と思わずにいろんな国で広げていこうという動きをやってます。だか確かに本社は倉敷にありますが、はいえー、アメリカだろうとヨーロッパだろうとアジアだろうと、まあ、広島とか神戸の手前ぐらいで作ってるようなイメージでやりなさいよってこと。 あの恵まれてるんですじゃあ人材にね、嬉しいことにそういった優れた人材が来てくれるんで、そういった方に任せて、えー、じゃあ、アメリカでやろうとたら、じゃあ私行きますとか、えー、そういう子がいてくれてこ、からこういうことがで、きる、はい、でここで、えー、と地球儀上では14か国、27拠点ということです、ね、そうですね、あの販売拠点も含めてですけど、えー、27拠点、14か国で今、事業しています。 あとあの、まあ、あの感激したのはあの、最近のところではパラグアイですよね、はい、後でも聞きますけども。はい、やっぱこれも現地近くということですねですあのブラジルにバルチップが、バルチップという今製品が売れてたんですけど、インドネシアから送ってたんです。で、これがコロナになって、運賃がもうべろぼろに上がったんですね、もう過去経験したこともないぐらい。で、そこで気づかされるわけです。 やっぱ、運賃って大変なんだなと。はい。じゃあ、やっぱり、ものづくりは現地でしないといけない。で、ブラジルはちょっと、まあ、いろんな会社に聞いたら、こう、ちょっと、治安の問題とか、いろいろ心配なところあるんで、じゃ隣のパラグアイに、またこれまでご縁が、いろんな人との出会いがあって、ブラジルの国境に近いところの都市に工場を作りました。はい。はい、そして、次に製品についてということなんですけども、 まあ見りゃ分かると言われりゃ見りゃ分かるんですけど、フラットヤンは、平らな糸ですねっていうことで考えればい,いですねそう。もちろん、平らな糸以外も作ってます、昔のような糸のような糸も作ったり、はいあの、いろんな糸を作ってますで、まあ、あの先ほども話に出てきました、ブルーシートっていうところが出てきていますということですね、はいまあ、うちの根幹ですね、もともとの土台にはこのブルーシートです。はい、大変な時も 楽しい時も使うブルーシートですよね。そうですね。もうブルーシートと言いながらですね、まあブルーはもちろんブルーシートなんですけど、いろんな色もありますし、いろんな柄もありますし、いろんな厚みもありますし、えー、いろんなシートがあります。多種多様ということ、はい、と、えっ、ー、と直近で注力されているのがブランド色をつけようぜということですねあ。そうなんです。あの皆さん多分ブルーシートといえばですね、ホームセンターのあの資材売り場に行って。 いろんな大きさのブルーシートが畳まれて置いてるところを想像されると思うんですけど、そういう売り方してたら、今輸入品がいっぱいブルーシート入ってきてるんですけど、彼らにどうしても負けるんですね。値段が彼ら安いし、中に入ってるものはもう何が入ってるかちょっとわからないし、えー、基準も規格もないですから、だから本当にお客様が欲しいのはどういうニーズなのか。例えば家で自転車を 止めて、ちょっと、ちょっとかけるシートが欲しい。なら、これ、ホームセンターで買っていただいて、えー、輸入品でも何でもいいんで、ブルーシート使っていただければいいんですけど、で、例えば、長持ちさせたいとかなったら、ホームセンターのブルーシート買って置いてたら、多分、火に当たったら、もう1ヶ月も経たないうちに、ボロボロになる。じゃあ、5年もたしたい。じゃあ、5年持つシートを作ろうとか、どんどんこう、深く掘り下げていけるんですよね、製品を。 でその製品をむやみやたらに掘り下げるわけにもいきませんから、5つに区分して、この5つのブランドで掘り下げていこうと、いうことをやってますでキーとなるキーワードは、ターピーピという言葉ですね、はい、このターピーというのが、ですな、ね、んのこっちゃと思われるかも分かりませんが <laughs>、業界ではもう名前が通った、まあ、ターポリンとかですね、えー、いう意味から、ターピーシートと。 と呼ばれてましたのでこのターピーというのを残しています。だから近い将来で萩原ターピーといえば萩原さんって消費者の方が覚えてもらえると一番いいですけどね。はい、ねはい、ありがとうございます。でえー、とここに出てきてもまあターピーレスキューそれからターピーエコえー、ターピーデザインターピークオリティターピーワークということですがまずはそのレスキュー防災関連っていうところですがこれも多種多様ですよね。 まあ、もともとブルーシートはこの防災関連で使われるのが一番多かったんですけど、さっき言いましたようにいろんな大きさを揃えて、どうぞ防災で使ってくださいじゃダメでして、掘り下げてみたらですね、またまだ現場で使う方のニーズはいっぱいあるんです。例えば屋根にかけるシートは大きささえあったらいいじゃないかと思ってたんですが、センターに線が入ったのをシート1本こう。 そしたらセンターがすぐわかるんで、あの屋根に広げるって結構大変なんですね。二人とか何人もかかってするときに、一旦広げて、おい、右がこっち、左がこっちとか言うんじゃなくて、すぐセンターがわかるようにしてほしいとか。じゃあ真ん中に一本違う色の糸を入れたり。えー、あとはあのー、透明なシートがいいと。普通はこう壊れたところは隠したい。だからブルー。でブルーにしてたらなんか災害現場みたいなんで、えー、ちょっとグリーンっぽい色とか。 自衛隊の色にしてほしいとか、まあ、そこまでは分かってたんですけど、透明なシートにしてほしいと、いや、じゃあ壊れたとこが丸見えになっていけないんじゃないかと思ってたら、今その保険屋さんがですね、こう見積もりとか、まあ工事屋さんが見積もりするときに、そのままドローン飛ばして透明なシートなら中が見えるんで、えー、すぐ、えー、次の作業に移れる。いちいちシート剥がして、 え見て、またシートかけるとかいう手間がかなるほどなと、まだまだ製品の深掘りってできるなと、痛感してまだから被災者さんだと早く査定してもらって、早く保険金を下ろしてもらったが楽ですもんね。これなんかね、やっぱりその経験しないとやっぱり分からない、だから現場に行って、もっともっとやっぱり答えは現場にあるんですよ。現場の人の意見をどんどん聞いて掘り下げていこういうのがこの5つのブランド。 社長、この防災のところは、やっぱりそのただブルーシートがあればいいっていうんじゃなくて、やっぱり長持ちするとか頑丈であるとか、これ、キーワードになってきますかもちろん、んせっかく屋根に苦労して貼ったのに、1週間もして穴が開いて漏れ出したとか、1ヶ月したらもう、糸が朽ちてきたとかいう輸入品が実はあるわけなんですよね。 まあ最高10年持つのであるんですけど、屋根にかける場合は大体2年は最低でも持たそうと、2年持たすシートをかけとけば、大体その間に復旧、復興はは完了すると、はいそして、えーと、旅ワーク、あごめんなさい、レジャーアウトドア関連、これもよく見かけます、岡山らしいデニム地とかありますけど。<laughs> これ見た目とかですね、あのデザイン、まあ、要は昔のレジャーシートというキャラクター印刷したりいうのがあったんですけど、まあ、最近は映えるとかですね、そういうキーワードでなんか皆さん、例えばデニム調シートであったり、くすんだ色であったり、そういうのであれば付加価値が取れるんですね。だからホーム、そういうのはホームセンターでは売れないんで、販売ルートを変えたりとか。 であと大きい公園でシートを敷いて、絵の具をベタベタ体中につけて遊びたいとかいうようなイベントをするときは、ちっちゃいシートじゃダメなんで、大きいシートがいるんです。それなんかも、萩ラ工業はそのシートの加工もできますから、えー、いくらでも大きいシートは、継ぎはぎでできますんで、そういうニーズにも応えれるようにしてます。最近は社長、あれですよね、花火大会でも活躍してますよね。そうですね、あの、うん、地面に敷いて。 隅田川の花火大会で、以前、公式シートに採用いただきまして、あのブルーシートを昔配ってたらしいんです。役所の方が、見に来られた方に。で、それを敷いて、皆さん花火見られて、で、ブルーシートみんな捨てて帰るんです。で、ゴミになる。で、そこで、あの、なごみシートというですね、ちょっと和柄、和の柄がついた、ちょっと高級そうなシートを作って、まあ、リバーシブルで使えるんですけど、 それに切り替えて配ったら、ゴミがなくなったと、あやっぱりこういうデザインだけでも全然違うんだなと、これもやっぱり現場なんですね、答えは。そうですね、最近、花火大会も復活してきてますし、数も多いから、そのうち、毎シート持っていく人出るかもしれないですそうですね、だからそういう時に、じゃあ、もっとニーズがあると思うんです、もっとクッション性があるのがいいとかですね、もっと持ちやすいのがいいとか。 えーまあ、デザインは夜ですから、だんあんまり見られることはないんで。けど、まだまだなんか隠れたニーズはあると思います。社長、場所取り昼間からやりますから大丈夫です、ね。名前、はい、<laughs> 入りのシートとかもいいかもわかりませんね。そうですね。今度、うちはシートに印刷ができるようになりましたから、ええあの、5メーター幅の印刷機は日本でうちだけなんですけど、あのポリエチレンという素材に直接 印刷いろんなもインクジェットですから、なんでも印刷できますんで、これが今、いろんなところから、継ぎはぎでこう細いの、継ぎはぎしなくても5メートル幅でこう印刷して、い、え、う、ー、注文とか結構今、増えてきてます、はい、あとターピーワークですね、これは、えー、と遮熱、熱を防ぐ、熱を防ぐんですね、シートが反射させるんですね、熱を、太陽光。はい で中に熱が伝わらなくす、これね、本当にもうあの手を入れてみたら、全然違います。でこれはあ,のあくまで働いてる人の環境を少しでも楽にしてあげたい、これはターピーワークです、働く人が働きやすくする。はい、まあ、除草、房総シートだって草が出てこないようにするって、す,すごいいろんな所に行く用途があるってことですよね。 メガソーラーの下に引いたりとか、まあ、どうしてもね、いくら暴走シートやっても、自然の力ってすごくて、やっぱり破って出てくる植物ありますんで、えー、それ以外ならほとんどもう防げます、はい、あとは、えーっと、クオリティの高い部分ですと、UV ブラックなんですねあの、土の袋って土入れてちょっと置いて、その場はいいんですけど、すぐ朽ちて、中の土がもう出てボロボロになる。 えー、これだと、まあ、その場しのぎにはいいかもわかりませんが、あと見た目も悪いし、で、ハイヤラ工業のこのこの交代交シリーズでは5年間、外に置いてても、破れずに持ちますと。いうドノ袋こういっ,たものを売っても売らせてもらってます。タ、はい、ンクライナーも 発想としてては一緒ですね持ちがいいってことですねそうですこれは海外の農業用地で水がないんで、一旦タンクに貯めるんですけど、えー、普通の鉄のタンクだけだと熱がすごくてあ、中が熱くなるんで、であと水も漏れとかも簡易タンクですから水も漏れたりするんで、その中にシートを引いて、えー、長持ちさせて水を使うと。これはアメリカに輸出されてます。はい それからエコ関連ではエコ UV どのってなってますね。これはあのプラスチックメーカーカ製造メーカーとしてやっぱりリサイクルも避けて通れないと思ってます。あの化石燃料なくすとか言うって言われてますがあの発想はよく分かりますし気持ちも分かるんですけどプラスチックは僕はなくならないと思うんです。でじゃあプラスチックは全部化化石石燃燃料料ですからその化石燃料をあの いかに大事に使うか。ということはやっぱりリサイクルして何回も何回も寿命を伸ばしてあげる。で、最後はエネルギーとして、えー、使うとで。この技術って結構難しくて、も、まあ、儲からないから、どこもやら、なかなかやられない。けど今いろんな会社がですね、この SDGs の中、えー、努力してですね、リサイクル技術を上げてきてます。結局ですね、リサイクルしたものが、の出口の製品が、 付加価値取れないと意味がないんですね。一生懸命リサイクルしても、それがもう捨てられるようなものだったりとか、えー、儲からないものだったら誰もしませんから、じゃあもう一回価値を生むためには、どこまできれいにリサイクルするか、この技術を今、だいぶ今研究して、かなりできてきそうです。はい、まあ、読んで字の落としですよね、リサイクルなんですからね、もう一回使えないと。うもうう回使う だからあの、バイオマス原料とかいろいろ、バイオ原料とか今流行ってるんですけど、結局じゃあその木を切って、また植物を、あの、から燃料を取って、いうのが環境に優しいのかね、やっぱり冷静に考える必要があると思うんです。もちろんそれもいいと思いますけど、化石燃料を大事に使う、環境に優しいものを作りたいと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、その他にもいろいろなものを、 最近なんか養生テープも凝って使う人増えましたよねそうですねあの、おかげさまであの、ホームセンターで売られてるこう手切れ性のいい養生テープの機材を萩原工業は作ってます。これ、フラットヤンの細いフラットヤンを折って、えー、表面、ラミネートして、テープ屋さんに納めてで、そこで萩原工業終わりなんですけど、テープ屋さんが、そのうちの製品にのりを塗って、細く切って巻いてテープ、養生テープ作られてます。 まあ人工芝も原料としては萩原さん、作ってるってことです糸、ね、を、<藤>人工芝の糸を人工芝屋さんにお売りさせてもらってますあと、これ、アメリカ行くとたくさん使われてるんですけど、メルタック、野菜とか果物が入ったりしてますよね、これ。これは今、アメリカですごくてですね、今、量が出てるんですが、網目状のフラットヤンを折った織物なんですけど、ただ単に、で目ずれがしないように熱でこう固定して。 ただ野菜を入れるから強度だけあればいいんじゃないか言うんですけど、これがまた違いましてですね、野菜を傷つけないように柔らかくて、しかも腰がい必要なんです。こう並べますから、ふにゃふにゃとなったりけないので、ある程度腰がい。いしかも色が、いろんな色がつかないといけない、えー。結構難しいんですけど、で、これを今日本で作って輸出してるんですが、現地のそのパートナーというか、そのうちの売り先、 萩原工業はちょっと工場を作って、現地でものづくりをしようと、先ほど言いましたように、やっぱり現地じゃないと情報が取れないんで <laughs>、えー、これもまた投資をする予定です。これも社長、大変ですね。外に強くて、うちに優しいものを作るわけでしょそうなんです。だから野菜は傷つけちゃだめなんです。ううけど、焼かれたらだめなんです。これ、難しいですよね。難しいんです けどそれにチャレンジしないといけない、やっぱりうちのものがいいから、アメリカのパートナーは使ってくれるわけです。はい、何がいいのか、それについていかないといけないんで、どんどんニーズをこれから開拓していきたいと、はい、あとあの、機体の製品、バルチップと私は思うんですが、はい、これ、優れもんですよねこれがです、ね、おかげさまで今も60億近い売り上げになってるんですけど、まだまだ市場はあるんですけど。 そこにまだた行けてない,い、行けばまだ売れると思います。で、これをどんどん開拓していこうと思ってます。だからほとんどですね、あのネクスコさんにも採用になってますんで、あのトンネルのセグメントなんかにはもバルチップがほとんど入ってます。だからこの前もあの兵庫県の阿光で、えー、トンネル火災があって、今復旧、慌てて復旧されたんですが、それにもバルチップを採用に だったりとかです、ね、あの単にコンクリートのひび割れ防止以外にもこのコンクリートの爆裂を防ぐという性能もありましてえますますこれはですねあのそういうコンクリート製品今うちの競合は鉄なんです鉄のファイバーが使われてるんですがまだまだ鉄の方が市場は大きいんですうちは後から入ってきましたからで鉄ももちろん素,素晴らしい材料なんですがえその 鉄よりプラスチックがいい、バルチップがいいという市場を今、社長、すごい初歩的な質問ですいませんけども、やっぱりバルチップ入れると強度は高まるって考えていいんですか強度は、ね、高まらないんですコンクリート、強度はやっぱりコンクリート自体が。コンクリートの方の強度。コンクリートってどうしてもひび割れるんですね、はい、そのひび割れを抑制するつなぎですね、要は土壁のわらの役目です、ね、田舎の土壁のわらの役目。はい だから、剥落防止にもなるんですね。コンクリート、高架橋からコンクリートが劣化して、落ちるときにバルチップが入ってれば、つなぎになって、落ちにくい。落ちないとは言いませんけど、落ちにくくなるとか。えー、ひび割れもですね、全然今20年ぐらい使った倉庫の床で使ったんですけど、バルチップ入りと鉄筋入りと比較したら、バルチップ入りのひびはすごい短いんです。で、鉄筋の方は、ひびが長い。 これの差がもうかなり出てますんで、その実証したら皆さん使ってくださる、それ20年もかかるわけです、ね、ただ保守管理は、やっぱりあの同じように保守管理はするんでしょうけども、なんか楽になるような気がするんですか楽ですしあの、一番は工期が短縮できるんですね、コンクリートの脱折の。今も鉄筋工とかやった人がまずいないんで、時間がかかる。 それならもうコンクリートに混ぜてバルチップをポンと引くだけでひび割れが抑制できてしかも工期が短縮でも少なくて済む <laughs> こういうキーワードで今伸びていってくれてますはい期待のバルチップということですね、はい、で先ほどもちょっとお話しありましたこれはスリッター切る機械というこ,とです、ね、これはですね切って巻くんでもう素材はいろんなものに挑戦してきてますだからどうしても利益率の悪い年が出てきたりするんですけどこれ 一台目を作るときはどうしてもコストがかかる。けど二台、三台と注文いただくにつれてコストが下がってくる。いろんな素材に挑戦してます。で、この前は IHI さんからあの金属箔のスリッターのノウハウを購入しまして、金属箔分野にも今出ていってます。さらに広がっていくということですね、用途が。 もうね、フィルムとか紙とか色の素材を切って巻くだけなんですけど、もちろん途中でこ印刷のズレとかチェックするカメラとかも置けるんですが、本当単純なことが一番難しいですね。なるほど。はい、あと、これは初めて見るのかな再生ペレット製造装置。これ昔からやってるんですけど、はい、要はリサイクルして、きれいに洗って、粉砕して、それを乾かして、 もう一回溶かして、ペレットを作ると。で、そのペレットをもう一回原料として使って、リサイクルするという機械ですこれ一、一気通関で再生できるって考えていいんですかそうですね。あのー、できます、あのー。リサイクルして砕いたものがあれば、ペレットにできます。例えば、フィルムを細かく切ったものを、この機械にセットすれば、はい、粒々のペレットに、異物を取ったりしながらですね。 これ結構簡単そうで難しいんですけどそうでしょうねそして、えーと、事業構成、比率としてはどういうふうに感じたらよろしいでしょうか今、機械事業がですねコロナの関係であの売り上げ落ちたり、利益落ちたりしてるんですけど大体あの4分の3が合成樹脂、4分の1が機械。 という構成でやってます。機械っていいときはすごいいいんです。けど悪いときはどんと落ち込むんで、社員をそれだけ、例えばいいときに社員を増やしてやってしまうと、悪くなったときに社員に迷惑かかる。だからバランスを見ながらですね、4分の1以上にするときはそれなりの計画がないと、もう増やさない。ある一定の枠の中でやるように心がけてます。はい そして特にリサイクルについては、えー、と注力されている御社ということですけれども、リバリュープラススキームって出てきました要はもう一回価値を生もうと、はい、価値を戻そうと、一回使ったシートでぼろぼろになったけど、もう一回その価値を戻してやろうと、水平リサイクルなんですけど、これはとてもじゃない、うち1社じゃできませんので。 いろんな会社の方にご協力いただきながら、提携しながらも、もちろん秘密を結んでですね、やったおかげで、どんどん今、前に進んでます。これ、社長、はいあの、リサイクルするのはいいんですけど、回収大変ですよ、ね、だからそれをやっぱり萩原工業が回収するわけにいきませんので、はい、そういった業者と組んでですね。えー 今、仕組みを考えているところです。まあ、一番はその技術なんですね。とか、使ったものをもう一回どう戻すか、やっぱり一番は洗浄なんですね。最初にいかに洗うか。かブルーシートを一回使って、帰ってきたブルーシートを分析したら、あの、何がついてるか。僕は泥が一番ついてると思ってたんです。で、それ水で流したりきれいになる。で、それでリサイクルすればいいと思ってたんですけど、実は植物の種とか、 結構落ちないんですよ。泥はすぐ落ちても、そういった不純物が落ちない。じゃあそれを落とすために、リファイナーという機械でこうゴシゴシ擦らないといけない。これは製紙業界の技術なんです。ああ、なるほど。え、静止業界のその相川鉄工さんというところの技術を使わせてもらって、えー、ま、提携して、それで洗って、次の工程行ったら全然綺麗さが違う。だからそういう異業種との組み合わせで、 彼らも製紙業界しか知らなかったのが、このプラスチック業界に出てこれる。こういう定携がのこれからますます必要になってくると思いますね。なるほど。で、その結果出てきているのが、まあ、エコフレンドシートということで、リサイクル製品ということですね。だからあの、作る、ものを作るときから、リサイクルしやすいような製品設計にしないといけないんですね。そしたら後工程が楽になるんで、リサイクルの時に。 はい、まあ後から考えるんじゃなくて、最初に考えて製品作るところから考えてということですね、相当、長い時間軸でものを考えていかないと、これからはいけないということおかげでエコマークも取らせていただいて、まあ、うちの製品は全部エコマーク取ろうということで、やってます、はいでえー、とリサイクル製品は、これは海遊館はこれは岡山にあるところですが、ねここ、大阪の海。 これはあの海遊館の方があのブルーシートのリサイクルの取り組みに感動、あの、感銘されてですね、あの、なんかプラスチックといえば海ごみのイメージなんですが、そんなことありませんよと、こういうリサイクルシートもあるんですよ、ということで、このブルーシートの C をかけてくださって、さすがセンスがいいんですよね、<laughs> す皆さん。もううちではとてもじゃない思いつかないようなで。これ今海遊館の工事をしているときに、水槽の工事してるんで、それの多いとして、こう環境に優しい ブルーシーシトですよということで、来年の9月まで採用してくださってますはいそして、これが今、先ほどお伺いした相川鉄工さんと、それか東洋印記さんとの共同開発契約を締結されたと東洋印記さんがすごいんですよ、もうあのフィルムの色を落とす脱木というんですけど、色のついたフィルムを色がついた部分とついてない部分に分けて、で、リサイクルしていくという。 で、これがもうプラント機はできてるんですね実。実験、試験用の機械はできてる。でもこれをもっともっと生産能力を上げたり、スピード上げないと商業ベースにならない。で、それで、相川鉄工さんのリファイナーの技術、それと萩原工業の、えー、ペレットを作る技術、異物を取る技術、これを組み合わせれば、色のついたフィルムをもう一回ポンとその機械入れれば、ちゃんと色と透明なのと分かれて、 ペレットができると。なるほど。これなんか東洋ンキさんがいないと絶対で,できない。東洋ンキさんはもうンキをフィルムにつけるときから先のことを考えて作られますんで、リサイクルのことを。だからリサイクルしやすいものができる。というふうに組まないとやっぱり無理です。もう秘密保持して一緒にやろうと。 はい、ではこのページは社長、ですね餅屋さんが3社集まったって感じですそうです。だから皆さん、どの社長もあのやっぱり環境問題、すすごい熱心です、はいはい、そして、えーとお、リサイクルのところ、環境系目標ということで、現在、このように掲げられているということですね、はいはいまあ、これは1年経ったんで、また次の統合報告書にはちょっと、まあ、レポートには。えー 進捗状況を開始しようと思ってます。はい。それからえっ、ー、と数字で見ていくとお業績面ということでいきますと、おこれはこれ前期の数字でよろしいんですよね。はい。はい、あの10月で今終わってちょうど今決算、はい、発表を済んだところです。そうですよね。はいえー、売上高312億4500万、営業利益が19億7900万、えっ、ー、と純利益31億1800万ということで、えー、着地をされたということですね。 エポックはですねこの売上高が萩原工業始まって以来、過去最高の売上高になった、登記順利益も過去最高の当期純利益になった、ただこれはあの中国の撤退をしましたんで、その保証金が16億円、当期純利益には入ってるんです。だからこの16億円を引いて、通常の数字として考えないといけないんで、来期の見通しがどんと落ちたようになってますけど、これ、16億円を除いたらそういう。 数値になってしまうんで、はい、決して大きく落ち込むとかそういうことじゃそうですね、これはそ,そのように理解をしてもらわないといけないということですよね。理解してくださってる方と、あらっと思って慌てられてる方が多分いて、はいあの、昨今の株価になってると思うんですけど、ぜひ。ああ <laughs> IR ではもうずっとこれはずっと言ってた話ですもんね。はい、あのだから機関投資家のの皆さんは結構あの なんでだろうと、なんでこういうふうに株価がなるんだろうというような見方をされてます、はい、あの個人的なことを言うと、私もそうなんですよな、なんで、なんでっていう、こと頑張って思ないんで、まあ月はい、逆にそれで皆さん買ってくださってるんで、株主が入れ替わってるということで、はいえー、地道に頑張っていきます。はい でえっ、ー、と部門別でいきますと合成樹脂加工品事業は売上高が二百六十三億円営業利益十六億五千五百万円といったところですね。まあ、コロナからだいぶ復活してきてくれました。はい、機械製品売上高四十八億九千百万えっ、ー、と営業利益三億二千四百万受注残高六十九億四千四百万とこれ前期に比べると二十六点五パーセント伸びてます。やっぱり受注残高重要ですよね。 結局ですね、あの部品がコロナで入りにくくなって、あの、注文いただいて出荷するまでの時間がかかってるんですね。だからどうしても売りが立たないから受注算が増えてくる。だからこれを、まあ、だいぶ今戻ってきましたんで、順調に売り上げをこなしていけば、えー、業績は戻ると。昔はだいたい平時、コロナになる前はだいあの、45億とか、それぐらいが適正な受注算。 なんですけど今、これだけふん詰まり状態でこれから売りを立てていかないといけない、でこれもお客様がいるわけですから、部品さえ入ったらも全部売れるんで、はいあの、それだけも仕事が残ってる、受注が残ってることは、そして、えー、とエリア別で見ると、お日本、アジア、えー、北米、南米といったようなイメージで見といてよろしいですか、まあ、あとヨーロッパですね。 あのやっぱまだ日本が中心なんですが、さっき言いましたようにグローバル展開してますんで、あの海外売上高比率が今29.8%ということで、ほぼ30%と初目的にしては30%にはなったんですけど、これをまだ上げていこうと。だから日本だけの市場って、やっぱどうしても限られてるんで、市場を広げないといけない。で、かたやさっきの,あのブランド、5つのブランドがあったカテゴリーを掘り下げていかないといけない。広げながら掘り下げて、掘り下げながら広げる。 という戦略を取ってますしかしこれ見てると、社長、あれです、ね、世界は萩原さん待ってるって感じいやいやいや、<laughs> ただね、嬉しいことに、これ、あとで出てくると思うんですけど、初めてポーランドに大きい受注いただいたりとか、塩化ビニールがうちの競合なんですね、塩化ビニールって素晴らしい素材があるんですが、これがやっぱりリサイクルしにくいし、重い。 もちろんいい素材なんですし、シワわにはならないし、強いし、印刷もできるし、いい素材なんですが、えー、ポリエチレンに切り替えたいというお客さんの受注をいただくことができましたそ、はい、して、えっ、ー、と、セグメント子会社といったところで見ていって、えっ、ー、と、バランスシートというところと、キャッシュバック交番所、えー、これ在庫ですね、キャッシュコンバージョンサイクルということは。 ですから今萩原工業の課題はさっきの受注算にもあったように、今機械事業部の在庫、もちろん合成種もですけど、今期はもう営業利益率と在庫、はい、これを適当に管理していこうと思ってます。はい、で、えー、ROE でいくと4.8%、ROA でいくと3.3%ということですねはいこれあの、純利益の額、そのまま計算したらこれにならないと思いますあの中国軍引いてて計算してます。はい はい、特殊要因は引いいてということです、ね、うですはい。から、えー、と今期の見通しあ、ごめんなさい、主要株式指標でいくと、PBR0.79 倍といったところですし、株の指数増えてますね、社長、3万3千人、はい、あの一番少ない時き、2000人切りましたんで、<laughs> で、勇退をしてで、まあ、そこからどんどん増えて、おかげさまで今、増えてます。はい で、えっ、ー、と、今期の予想でいくと、通知で、通期で売上高高320億、営業利益22億、経常利益23億、えー、純利益16億っていったところ、多分、この右下にあるマイナスの48.7%っていうところが、ま、マーケット見ちゃったんでしょうけど、これは、その中国の特殊運用を抜いて、通常の数字って考えていいですね。これに16億円、億円にしたら、今回の31億2千万ぐらいになるわけですよ。はい。 やっぱりそこをです、ね、もっと説明、まあ、あらゆるところでしたんですけど、まだの伝えきれてないというのは反省点ですいいえ、とんでもないですあのず、十分聞いてると思うんですけど、それから、えー、と事業環境って、原材料の上昇と円安、この影響はどんな感じですかあのナフサがちょっと落ち着いてきましたんで、ちょっと安心してたらまた上がったりとか、ですね、はい、足元ちょっと高止まりのような感じですけど、まあ、一時のピークよりはちょっと下で推移します。 これが続いてくれればまだいいんですが、あの、やはりナフサが一番インパクト大きい。で、電力費はちょっと落ち着いてきましたけど、まあ電力費は下がることはもうないと思ってますで、今のコストで予算は組んでます。で、為替は、あの、14カ国で展開してますんで、もうドルだけじゃない、円ドルだけで議論できませんので、もちろん仕入れ通りもありますんで、そう、為替はですね、バランスは取りやすくナフサ。 これの価格が上がったら値上げしないといけない。はい、まあ、あ<れ>ずいぶんあのご苦労されましたよね、値上げをするための。ね、ナフサが上がったりもので値上げしたら、また利益戻ってたんですけど、その値上がり率がすごいもんですから、何遍も値上げしていったら、やっぱお客さんも、私も逆の立場だったら、いやいや、もうそこまで高くなるんなら、もう萩原さん、うち結構ですというお客さん、やっぱ出てくる。 もうそんな高かったらやっぱりちょっと2年にするわというふうになってきてるんですけどもこれ仕方ないことなんでじゃあ2年つ使っていただくような市場としてうちは製品設計をしたりとか、えー、していかないといけないもう昔とは変わってきてます、はい、そして先ほどもちょっと話題になりましたパラグアイに進出されましたってこれはこの間も伺いましたけども大使さんとかが 出席されたんですよねパーティーとかです、ね、結構、あの、日本政府から歓迎されまして、まあ、もちろんパラグアイ政府からも歓迎されまして、結構、パラグアイって日系企業出てるんですね、予想以上に。私、パラグアイがどこにあるか、実はさ一番最初知らずに。最初。え、けどね、行きましたけど、やっぱ素晴らしい国ですね。まだまだ地球は広いです。まだまだいろんな市場があります。で、ここなんかバルチップなんかも、生産の意味追いつかないんで、 パラグアイだけじゃだめ、もっとほかにも作らないといけないかなという実感を感じて、帰りましただから社長、やっぱり世界は萩原さん、待ってるってあの <laughs> ちっちゃい工場ですけどね、これ、あのまあ、まあでも大きくできるような体制は取ってるわけですよね。そうですあの、もちろん、はい、機械さえ持っていけば、いくらでも広げれます、はい、それからさこれも先ほどお話にちょっと出ました、5メートル幅まで可能な印刷シート。 これがですね、うすねもう今あの、この5メートルの印刷機買って1メートルものを印刷してたら全然意味がないんで、あの幅の広い印刷物、もうこれシートに限らずメッシュシートなんかにも印刷ができますんで、建築現場を華やかにできるんです。だからヨーロッパなんかでも当たり前でですね、あのローマなんか行ったら、中の建物の写真を印刷して、そのメッシュシートを貼って工事してるとか。 これまだまだ日本では、まあ、北海道庁がこの前されてましたけどに。あ、してますね,ね。ああいうイメージです。あるいはシートに多分印刷してたと思うんですけどあの、メッシュシートに印刷したりとか、もちろん写真とかも何でも印刷できます。はい、いやあれ最初見たときに、あれ <laughs> と思って、同じようなのがう出てたじゃないですか。さんのあれに行ったんだ。そうそうそう、はい、道庁の横通って歩いて帰ってて、あれ道庁ってこんなあえて近く行ったらシートに。 印刷そうなんですよ。はい、門から見たら、もう建物がそこにあるかのように見えますもんね。ああいう建ててると、修理してるときも、なんかそこが広告として使えるようなですね、えー、こともできますんで。それから先ほどちょっとお話ししてました、ポーランド、ストラクチャー用望に初採用というは、はいうは今、ヨーロッパはやっぱり環境問題、すごいシビアであの、敏感になってて、やっぱ塩化ビニールイコール。 リサイクルできないあのしにくいでポリエチレンでに切り替えていこうと、まあ、軽いのと、えー、うちの加工でちょっとコストが下がる加工方法とかいろいろありましてそれでこの牛の,この牛舎ですか26頭それ結構大きい受注なんですけど。 でこれで一回、ポーランド出たら、また次、ポーランドから声かかって、他のところからも今、引き合いが来てますんで、こうやって広げて、市場を広げていこうと。新たな事例ってことですね。だからポーランドだけじゃないですから、牛買ってるとこは、えー、どこへでも展開できる。はい、これ、社長あの、バルチップだって、最初に使用されてもらって、そこから広がっていったわけですよね、あれいいよっていう話で。 そううですもう全部口コミとか、最初はもう鉱山でしたね、オーストラリアとか、海外の鉱山で使ってくださって、あこれいいなということで、ばーっと広がりました。今、鉱山にはちょっと、他社品が結構、さあのコストが安いものがどんどん出回ってきてますんで、そういったものが使われてますけど、やっぱり性能面は、ハ原ヤラ工芸のバリチップが一番、まあ、今のところ、用途ごとに優れた性能を持たせることができます。はい でえー、っと中継のところですけれども、25年10月期、数値目標でいくと、売上高高330億、経常利益33億、r o ン8以上、デッドエクイティレシオ零0.6、配当成功40%以上、配当額50円以上、総還元成功70%というのを数値目標として今、えーっと、25年10月期に向かって動いておられるということですね。そうです 財務的には、えーっと、負債も活用して資本効率は向上させるよって、これ、社長、発想が変わった部分でしたっけ借り入れをしたくなかったんです。やっぱ上場してる以上、借り入れせずに、資本市場でお金を調達して、それでまた会社を成長させてというのが、今、増資ができるような雰囲気じゃなくて、借りお金を借りたほが安かった、資本コストが安いと、けど借りたくなかったんですけど、まあ。 ある一定までは借りてもいいかなと、まあ、大きい投資も重なりましたんで、えー、発想を変えてですね、ある枠まではもう負債を活用しようということをやってますまあそれはその戦略的に拡大する方向性を一つの,その要素として使っていくということですねはいですからやっぱり上場している以上、やっぱり市場からお金を調達して、会社を成長させて、配当を増やしていうのが理想の。 サイクルだと思うんですけど、まあ、それにぜひ戻したいと、はい、もう今すぐエクイティするつもりは全くないんですけど、えー、そういう当たり前の上場、その目的で上場しましたんで、はいはい、そして、えーと、中継の計画進捗状況ということでいくと、戦略投資、笠岡工場、維持更新投資というふうに分けているということころですね。 しび出して、その差額が今期来期の予算とぴったり合うかどうかというのを把握してますまあ笠岡工場は去年5月、あょう今年の5月に、竣工式はまだしてないんですけど、稼動、はい、がスタートしてますんで、あのはい、100%じゃないんですけど、ちょっとずつ機械を移設して、このラインは今100%、このラインは100%というふうに、今、全体ではまだ半分売ってないぐらいです。はい でえー、ここのところの投資をより効率的により未来にこう築くためにしてい,きいける余力はありますねという見方でいいですかそうです、はい、それから財務のところ、ROE25 年10月期8.0%、前期でいくと4.8%といったところですね、はいはい、そして配当のと,ところは50円、25年10月期50円。 それから、配当成功は25年10月期では40%、総還元成功は70%というところですね、目標として。目標に対して今、どういう状況か、です、はい、純利益がすごい増えてるのに増配がないじゃないかという声もあったんですが、それは何度も言いますが、特殊余を除いてて、えー、考えております。今回見ていただいた方には、多分見ていただいている方はご理解いただいていると思うんですが、中国、はい、の特殊要因はい。はい もう皆さん、えー、プロが見てくださってると思います、はいはい、そして、えーと、優待のところは26年10月期の株主優待で、えー、と廃止というところですが、これ、でもやっぱり3年間持ってっていう方々のことも考えてということで発表されたと。やりやめたら失礼なんで、会社の勝手で振りましたら、ただ、うん、やはり株主が減ったから、ちょっと優待したんですけど、これ、僕は配当で返すべきだと。はい ですね、もちろん税金の問題とかおありでしょうけどそ、それもっと配当が出せれば一番いいんで、それで還元していくのがやっぱり上場企業じゃないかと思います、はい、ということで、お話を伺ってまいりました、前期やっぱり頑張られたなという印象を受けております、ねうん、頑張ってくれましたで、ただ単に元に戻すだけじゃなくて、はい、やっぱり戦略を持ってです、ね、この広げるいうことと深掘りしていくいうことを。 どの事業部も両事業部ともやってくれまして、今、非常に期待できるネタもどんどん入ってきてますから、まだまだ頑張っていきたいというふうに思いますで今期もその延長をさらに拡大して、まだまだ頑張っていただけるものと思っておりますそうです、ありがとうございます。<はい S 2> 最後にに投資家さんんメッセージいただだけけけまますかか財務数値だけではりせど 自分で言うのもなんですが、えー、まだまだ市場はいっぱいありますし、まだまだ深掘りしたら、い、え、ろ、ー、んな製品は開発できますし、あの可能性があります、ぜひ萩原工業を見守って応援していただければというふうに思いますもう証券コード7856を忘れずにいただいていただけきましたありがとうございますあの,の萩原です。 お忙しいところありがとうございました。どう、はい、もありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。ありがとうございました。あり,したありがとうございました。ここで二番目のキーワードをお知らせします。キーワードは、はです。ここで準備休憩時間を取らせていただきます。 チャンネル登録がまだの方はぜひこの機会に YouTube チャンネル登録無料をお願いします。 チャンネル登録がまだの方はぜひこの機会に YouTube チャンネル登録無料をお願いします。 チャンネル登録がまだの方はぜひ、この機会に YouTube チャンネル登録無料をお願いします。 お時間となりましたので開始いたします最後のセッションになります桜井英明様による IR 企業の株価分析と注目銘柄解説です個別銘柄のご紹介がございます桜井様よろしくお願いしますそれでは後半戦スタートさせていただきます<え>そういえば今週一応食べたんですよ でニューヨークの、えー、とストボで毎週火曜日朝出てもらってる森さんから送ってもらって一応食べたんですけどケーキに乗ってるいちごむちゃくちゃ甘くて美味しくてでえっ、ー、これニューヨークから送ってくれたんだニューヨークのいちごはうまいなと思ったら実はそれは長野から送られてきたケーキで長野のケーキ美味しいなって思ったんですがまあいちごは見て。えそ 見ているだけでいいとして、えっ、ー、とチャートを含めてえっ、ー、と銘柄解説したスタートしたいと思います。株式講演会後半、IR 企業の株価分析注目銘柄解説ということで、まあ IR をいただきました、していただきましたけども、756、えー、の萩原工業さん、株価と会社の思いと会社の現実っていうのが、この株価が逆に今買い場提供してきてる。 というようよな感じを受けます,です、ねえー、と日経系見てもそうなんですけどもやっぱり200日銭割れ込んでいるところっていうのは仕込み局面っていうふうに見てもいいと思いますしやっぱり歴史の中に未来がある進歩上場した頃は萩原さんはどっちかっていうとブルーシートっていうイメージがたくさんあったんですけども最近はバルチップをはじめとしていろんな方向に 多角展開をしてきてきいいるということとうこやっぱりその ESG 絡みということでは当然プラスチックをかんあの作って使っている会社なんでやっぱりいろんなことを ESG 絡みでは結構トップグループを走っているなというイメージがありますでそこのところが市場にこれからもう一回理解されると,、えー、と今年のこの動きに戻ってくるんだろうなと。 いいうふうふに思っています、えー、ここのところ、まあ、あの業績面からいけばねお話の中にもありましたけども去年は特益があった今年はその特益がない分だけややその現役には利益は見えるけどもただそれは一時的なことであってならせば右肩上がりであることは間違いないということを市場が、まあ、あの今回これ見ていただいた方々にご理解いただければあまた株価は復活戻ってくるんだろうなと思います。だからその意味では えーとこの200日線割れた水準誰がどう見ても買い場面でしょうううううねとといいいいいふふにに考えてていいいうう思っていますですからあ移動平均線がこういう形で今ちょっと欲張ってますけどもでも200日線上向いてますよねということはこれよく考えると,、えー、と200日線ってうーんと景気線って日経期なんかの場合は言いますけども。えー 個別企業で見るときはこれやっぱり業績線って考えた方がいいと思うんですね業績線である200日線が、えー、と右肩上がりを継続しているということは当然、えー、と株価は実はこの高値からの押し目っていうところありますけども業績の良さは良さっていうか右肩上がりっていうのは200日線は評価しているっていうふうに見ればそれを割れ込んだところっていうのはこれ売られすぎというふうに考えていいと思います。で,でき得るならば、えー とこの緑が多分25日線だと思うんですが25日線とブルーが75日線だと思いますでこの紫が202線だと思いますが一旦同じようなレベルのところに集まって、えっと、そこからもう一回右肩上にあかあの拡大してくれるっていうことを考えるといいと思いますのでまずは、えっと、3つの移動平均線が一ところに集まるそこをもう一回リセットスタート いいいいいいうふうなな捉え方をしててもいいんじゃないかっていうふうに思っていますだから行き過ぎてますねってこれ見ちゃった方がいいと思いますしまあ5日線と同時に動いているよね赤いやつですねというふうに考えてもいいというふうに思ってますんで、まあ、行き過ぎたところリバウンドは当然ながら来たいっていうところでいいと思いますしその水準は、まあ、1900円に近いところの高値 っていうのがありますけどもここまでリバウンドのかつ倍返しって言ったところ狙ってもいいんじゃないかなというふうに考えていますまああの特に中南米等々での展開っていうところが今後の楽しみにもなってくると思いますし現地に近いところでものを作っていく っていうところでの地産地消っていうのは評価されてくると思いますし原材料高ていうネガティブ要素を値上げっていうところでうまい具合に時間はかかったものの切り替えしてきたっていうところは評価をしていきたいって言ったところそれから循環型社会に対する循環型業務の企業っていうことがさらに通じてくれば良くなってくるんじゃないかな民家だがにもう一回戻ってくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ 何しろ、東証一部、旧東証一部に上場してきた時だったかな、えっ、ー、と、インタビューした時に、面白いやってみうっていう言葉が、えー、ものすごい心に響いた会社さんだったんで、えぇ、ー、倉敷から世界に飛び出している会社というイメージで捉えていってよろしいんではないかなというふうに思っています。2024年に期待したいと思います。から、えっ、ー、と、セック。 まあこれ IR とは関係ないんですけども見ていて実は6月に石垣島に毎年行ってるんですがで6月末に石垣島でまあ投資家さんたちとえ今年の大農会に向けての銘柄っていうのを1銘柄ずつ上げるのをもう10年近くやってるんですね。 で今年、えー、私が挙げたのはこの節句だったんですねでその時何て言ったかっていうと、えー、今年の冬美の一心は節句っていうことを言いました6月の末に冬美の一心銘柄を言うことってめったに普通ないと思うんです、ま、夏の暑い真っ盛りにですよ暑い石垣島で冬美の一心って 想像することすら難しいんですけども、言いました。で、えっと、株価は現実問題としては。えっと、これ六月枠どの辺なのかな。この辺りかな。この辺りですね。この辺りからスタートして、ちょっともたもたしていて。から、えっと。秋口から冬にかけて、これは高値を取ってきた。っていう、残念ながら、まあ、上場来高値じゃないと思うんですけども。高値を取ってきた。っていうところ。があります。 業績の情報修正もしたっていう側面は11月にしたっていう側面はあるんですけどももう一つはやっぱり空きゅうですねえと宇宙っていうところに進出していって1月の20日の未明に空きゅうが月面に降り立つそして月面に降り立ってカメラをカパッと広げてカメラでが空きそのものがカパッと開いてカメラのを露出して 月の姿勢を取るっていうところ地球もひょっとすると撮影してくれるかもしれないっていうようなそういうまあ新たな宇宙開発競争の次元に乗ってきているなっていうふうに思いますんでまあ当の一新ということもあるとは思いますがそれ以上にやっぱり1月20日に向けてのその動きっていうのはとても楽しみだなって思っているのと是非 タカラトミーのホームページを見ていただいて「まあ、空きゅうが1月20日十二時十二時か0時20分に、えー、月面に入ります」っていうような、えー、告知もされてますんで、えー、このその辺りを楽しみにしていただければよろしいんではないかなと思っていますそして「デルタフライファーマー」まあ徳島発のバイオベンチャーですけども増資もしました ただ増資をした時以降ですね株価上がったんですよねこれ多分マーケットだいぶ変わったなと思っているのがこれ11月にえと割当増資等々を発表してそこからえとね800円台900円台か800円,800円前後から1800円まであっという間に上がってまあ今また元に戻ってきてますけども資金は集まりました 試験はコロナで数年遅れましたけども、明確にアメリカで今やり始めてますっていうことで、まあ、白血病、それから膵臓癌、それから末期の肺癌っていったところに対する期待感がやっぱり残ってるということと、この水準まで一回戻っ下に戻ってきたっていうことはもう一回広い場を提供してくれている。高値から1000円ぐらい下がってますから、まあ、1000円上がって1000円下がったっていったところなんで、そういう局面にいるんじゃないかなというふうに思っています。最終的には、 えと製造承認申請のところが、えー、2025年からあ26年前後ということですがあと2年から3年のところで、えー、と訪れる未来って考えるとまあ今順調に進んでいると思いますし資金,資金を手当てするっていうことは治験の資金が必要だからっていうことですんでそういう捉え方をしていくことが必要ではないかなと思ってます。えー、とリバウンド狙いのおめ買いのし 戸田工業がずっと下がってきてますけどもえー、っとまあ酸化鉄っていう部分をポイントにやっていますで酸化鉄ってのは、まあ、船の底に塗ったり橋塗ったり、えー、錆びるのを防ぐっていうところですから出だしは文青年間から江戸時代ですよ。えーっと弁柄 京都なんかの道を歩いているとよくベンガラ帽子とか出てきますあれですね3か月でそれを元にして途中からは今度はリチウムイオン電池の分離のところだとかに進出してきましたがまあ特損も出したりしてちょっと業績が不安定になってようやく落ち着いてこれからまた未来に向かっていこうっていうところに入ってきた広島の会社ですけどもまあこれもリバウンド狙い。 ということで広島でで頑張っていいる会社の一つととうことですそれからまあタバエスペックもまあ IR に熱心な会社っていうところですしそれから200日線割れ込まないっていうところとちょっと長い目で見るとやっぱり右肩上がり環境試験装置っていう部分ではやっぱり評価されるだろうというふうに見てますんで地味な会社ですけど。 ちょっと期待をしておきたいところにはなっています。コムチは新生コムチはということで見ていいと思うんですけども、まあコンピューターソフトの開発をやっている会社、四半期決算やってますから、四半期配当やってますから、12月にえっ、ー、とまた配当が落ちるといったところです。これも走行地反転リバウンドというふうな。 一に今いるんじゃないのかなというふうに思っていますし、まあ、創業会長が去年亡くなって、そこからまあ、ちょっとえ、右肩下がりにはなってきてますけども、新生小持屋っていう捉え方をどうしてもしたいんで、その意味でのリバウンドに期待したいっていうところです。レスタホールディングス、これは隠れた名企業だと思うんですけど、半導体商社です。で、半導体商社でむちゃくちゃ儲かっているんですけど。 まあ,あんまり評価されないって見るのか、まあ、そうは言っても右肩上がりだよねって見るのかで別ですけども、まあ、この辺りは2024年の、まあ、23年も24年もテーマである半導体っていったところを入れ込みながらやっぱり未来に期待ができる会社ではないのかなと思っていますすす売上もも大きなななな会社ででかから結構面白いいいいいんんけど気気ががれててじゃっうします。 わかりやすいでまあ今200日200協議に到達してないですけどもそういった意味では、まあ、あの日本の半導体商社の、えー、結構大きなところでいけるんではないかなと思っています。S ネットまあ SBI とかで取っちゃった方がいいんだろうなと思うんですけどスミシンネット銀行とかした方がいいと思うんですがえっ、ー、とテクノロジーの会社っていうふうに。 社長も言ってましたけども、まあ、銀行という枠を超えて、えー、テクノロジーで、えー、と金融機関を変えていくっていうところ、意思決定、スピードの速さっていうのが特色だろうと思ってますんで、まあ2023年上場なんで、まあまだ新しい会社ですけども、そのあたりに期待をしておきたいというところです。テクニスコも今年上場の会社ですけども、さっきもちょっと言いましたけども、えー、ディスコの創業 三兄弟の一番下の弟さんがえとディスコから出てえとこれを立ち上げてこの部門を立ち上げてきた会社っていうところでポテンシャル高いと思いますえっとまあ直近ほぼ安値県にいるっていうことでこれも再度上を狙いたいといたととうころですここも工場は呉にあるんですよね会社そのものは確か品川とあっちにあったと思いますけども工場呉にあるっていうことで広島の頑張ってる会社の一つ。 何のコンピューターむちゃくちゃ業績いいです。で、えっ、ー、と、これもコムチャーと同じように、コンピューターソフトを作っている会社。でね、違うのが、2つあります。通常、まあ、ここはの富士通とか日立とか NTT データからの受託っていうのも結構多いんですけども、直ユーザーへの進出が多分4割ぐらいは直にユーザーに提供してきてるっていうことと、1つはパッケージソフト。 これはセールスフォースだとかそういったものを使いながらパッケージソフトってのは1個しかないわけですよ。それを企業に合わせた形でアレンジするっていうことを多分業界では先駆けてやってきた会社の一つだと思います。それから、えー、アジャイル開発だとかスピード感を持ったソフトウェアの開発はこれ多分業界トップで早めに取り入れてきてるっていうところなんで、えー、っと、情報修正してこう上がってきました。で、今期の えーっと、売り上げ、多分137億かな、売り上げが。で、2026年3月期での売り上げ目標が150億なんですよ。だから相当前倒しで、中継は達成してくるんだろうなっていうふうに思ってますし、えー、っと、期待をしておきたいところです。えー、福島社長と、実は、2時間前に喋ってきたばっかなんですけど、やっぱり、 相当手応えを感じているような印象を受けました。っていうところがあります。し、えっとご存知の方ないかもしれませんが、日本では珍しい学校発の企業なんですよ。学校って何っていうと、えっと皆さんがご存知のところで行くと、例えば多摩大学だとか、あるいはえっと高校で行くと渋谷幕張だとか。渋谷渋谷だとか。 この辺を運営している学校法人からロケットで有名な糸川博士と共同して日本でソフトウェアを作れる会社を運営しようっていうことでスタートして、えー、と53、4年になると思います。で過去50年間、えー、と赤字なしっていうところになってきてますんでじわっとくると思います。でおそらく 2024年3月期はもうあと3ヶ月で着地してきますけども2025年3月期の飛躍っていうのは相当今よりも大きいんではないかなっていうふうに思ってますんでまあ逆に言えばまだ150億に満たない売り上げの会社っていうところがどれだけ日本の企業の DX 化に貢献するのかっていうのは楽しみなところではあります。えっと、富士フィルム。 こ富士フ,フィルムそのものがどうのこうのっていうところよりは時々言ってますけどもさっきのデルタフライなんかもそうですがバイオベンチャーがその制約の可能性のあるものに成功した時誰が作るのっていうのが課題になってくると思うんですね。だかから誰が作るののっってていいううとところの受け皿っていうのはフ,ジフィルムとか例えば朝日ガラス だとかまあ製薬会社では武田とか中外だとかいろいろありますけどもそのバイオベンチャーが成功することによってこういうところがさらに大きくなっていくっていう可能性を秘めると注目しておきたい銘柄の一つというところになります。宝宝宝富富富とといいえば宝富さっき、あのー、セックのところで宝富を言いましたけども まあ、ソラキューのイミテーションを出している高いんですよ2万7,800円かなんかするんですけどもあれは欲しいなっていうふうに思っているのとまあ時節ならクリスマスプレゼントの時期になっていますしトミカ欲しいんですよね今最先端のトミカは運転バーもついてるしいいなと思って見てるんですがその意味では宝富まあ 米なんかも確かそうだったかないろんなこともやってきてますんで宇宙宇宙に行ってるのはジャクサとソニーとタカラトミソフトウェア作ってるのもセックっていうようなところの位置づけですけども興味を持って見ているところではあります。でこれは毎年7月に発表になってくる株式の分布状況というところですが個人株主数はガンガンに増えてきています今万人です。 これ、まあ、1940年代見てもしょうがないんですけど例えばバブルの絶頂期ってどれぐらいいましたかっていうと2000万人ちょっとなんです、ね、今7,000万人延べですけどもね7,000万人まで増えてきたっていうのはこれまあ新型ニ i とかの影響もあるのとそれとはあれですよね、えー 老後2,000万円問題っていうのがまあ今下火になりましたけどもやっぱりちゃんと自分で貯めなきゃ使わなきゃあの資産作んなきゃいけないねっていうところに波及してきたっていうこと。からこの図はよく使いますが個人投資家さんの赤が今18ですそれから外国人投資家の青が30%ですで。その外国人投資家が 日本の株の売買を7割してるのが現状です。でも現物持ってるのは、えー、っと、30%しかないんですね。で、そうするとは外国人投資家が買ってくんないと日本株は上がらないのに、これ多分ね、間違いになってくると思うんですよ。外国人投資家7割も売買していて、現物持ってるの3割しかないっていうことは、3割しか多分現物を増やさないって思えばいいと思うんですね。で、個人投資家のこの赤が、 当皮の一心ではないですけど右肩上がりに変わりましたよねずっと減ってきたのが18%とはいえ右肩上がりになりましたで見逃しちゃいけないのはこの信託銀行っていうところを見逃しちゃいけないんで信託って何よっていうとまあ資産管理をする会社ですよあの別に置き集めているわけでもないしこの場面で言えば信託銀行が自ら判断して売ったり買ったりすることもないわけですね信託銀行の裏側にいるのは私たちの大事な大事な年金だとか あるいはその投資だとかあるいはまあ日銀の e t f 買いなんかもここに入るんですけどもそうは言いながらこんな一桁しかなかった持ち株比率が今どうですかっていうと22%ぐらいになってるんですねということはですね信託銀行を自らの判断で売買しているわけでもなく年金と投資でまあそこから日銀が入ってると多少割引って考えてもいいと思うんですがそれでも結構な比率にはなってきてるっていうところですからまあ 18%の個人投資家と年金と投資の裏側っていうのはまあほとんど個人っていうことで考えると合わせればですね40%近い ETF、西銀の ETF 引いても30%匹敵するぐらいの持ち株比率があると思うんですね。ということ何が言いたいかっていうと主役は外国人じゃないんですね。これから個人投資家の時代になってくる。だからこの図を見ているから いいろろな企業がこれからは個人投資家だっていうことで個人投資家向けの IR まあ新型ニー s が始まるっていうのがあるから売買タイムを引き下げるっていうのがあるんですけどもこの比率を見たら主役は誰っていうのが分かってくると思うんで今までは「やれそのボストンだ」とか「やれロンドンだ」とか言って急いそいそと海外へ行っていた IR をしていた連中がですよ今やももうこんんななのウェブでいいいいじゃっててかくよねむしろ国内で対面で IR やることが重要だって。 っていう,ふうに思っているから多いんですねこの違いっていうのはやっぱり出てくると思いますそうするとね反論する人いるんですよ。いやそんなことを言ったって株主優待減らしてていいる会社多いじゃないって言うんですけどそれは別に株主還元を考えていないわけでもなく個人投資家さんのことをないがしろにしてるわけでもなくそもそも郵送にかかる費用コストがもったいない。 これ一番多いいと思いますこれもらう方わかんないと思いますけどクオ・カードを送るのだってお金かかるんですよだったら配当で増やすいけば1回で済むわけですねそういうことが背景にあるっていうことともともと私株主優待反対論者ですから自社の業務に関係のない株主優待なんか辞やめちゃった方がいいってずっと言い続けていますでずっと言い続けていて辞めてきた会社もたくさんあります でじゃあそれで株価下がったかっていうとそんなことないんですね喉元すぎれば暑さはせるで株主優待やめました一瞬売られますだけど戻ってますその後投資家さんなんていうか配当増えてよかったねそれが現実だからもうそんな郵便局だけが儲かるような宅配業者だけが儲かるようなあの優待なんかやめちゃった方がいいんじゃないか配当でもらえばいいじゃないですか。で加えて じゃあい,いですよ外食のねえっ、ー、と優待券が来たからこれが使えていいんだよっていう人にそ,それは本業に関わる配当だからいいと思いますよ。そうじゃなくて何も関係なくお米が来るとかねあるいはそのクオ・カードが来るとかあるいはその冊子が来て好きなものを選ぶとかそんな優待だったらやめちゃって配当にしてくださいよっていうのが本音ですし多分その方がよくなる。 と思いますで、えー、話はずれましたけども、えー、株主優待をやめたからといって別にあの投資家さんが、えー、と全部売っちゃうわけでもないしっていうところがあるこれからは配当で見ていくっていうことそうやって考えるとえっ、ー、と、まあニーサなんかも始まって配当っていうのはフォーカスされてきますでえっ、ー、と去年ぐらいから言われ始めた2022年ぐらいから言われ始めた数値としては DOE 株主資本配当率 これが、まあ今、当初プライム平均で2%台ですけども、やっぱり、どん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 増えていく。目標10%とか上げる企業も出てきましたんで、これは2022年からいろいろ言いは、あちこちで言いました。これからは会社説明書に DOE を入れるべきだって言ったら最近随分増えてきました。それでも、まあいいところは出すんですが、いまだに DOE3% 目標とかいうのもあるんですが、それじゃちょっと志低いんで、DOE は、えっと、配当成功、 っていうことですから配当成功が高いところでかつ ROE も高いところが DOE が高くなるっていうことですからこの指数を見ていくっていうことは重要だと思いますで,で今はメ、えーガン・コートと DOE って言いれば多分ホームページで出てくると思いますので自分の対象の会社が DOE これぐらいかっていうのは認識しておくっていうことが必要になると思います。 で,これも株ののでまあ IR でいろんなことがあると思いますやっぱり本質を見ようっていうことが重要だと思います。表面だけ見ないで一番簡単なのはこれですねどこで誰が何をいつからどう,どうしてやっているのかここを企業ごとに押さえないと。 IR に行っても、ただなんか粗品もらってきたよね、アンケート答えたよね。で、終わっちゃうと思うんですね。で別に数値をばえなくてもいいですけど、どこで誰が何をいつからやってる会社かっていうことには、ぜひ興味を持っていただきたいと思います。から、えっ、ー、と、銘柄については秘密の法則っていつも言ってますけど、社会に必要とされている会社でなければ投資する価値はないって思ってるんで、 社会にどれだけ必要とされている会社でなければならないのかどれだけ必要にされているのかっていうのを自分なりに抑えるっていうことは必要だと思います。みはまあ未来像が明確なのかつはその強い経営力強い技術力強い営業力があるのか合わせて秘密ですけども、まあ、それで一回会社をスクリーニングしてみるっていうことは必要じゃないかと思っています。あとはそのプレゼンの上手下手じゃなくて その本質、成長に目を向ける。どうしても、プレゼンの上手下手、あるいは業種が華やか、そういうところに目がいっちゃうんですけども、実は、地味に活動している企業の中に、必要不可欠な会社ってたくさんあるんですよ。まあ、そういったところを IR で見ていく、あるいはその、成長に目を向けていくっていうことが大事だと思います。だから翻訳作業。 これするべきですよね。どうしてもその企業の IR の人たちでかっこよくプレゼンさせようとかしようとか思うんで、横文字だとか、えー、アルファベットが多いんですけど、これ自分の言葉にして理解しましょうよっていう話。矢印つけてますけども、その右が消えてるわけではなくって、自分の言葉にしてその会社を理解しましょう。で、重要なのは、自分の思った通り、この会社いいじゃんと思ったのに、株価は反応しないっていう時は、これ市場が間違っている。 自分ののの意意見見とと市場の意見が合わないだけのことどっかで来るよねっていうふうに自信を持って自分の判断を尊重するっていうことが重要だと思います。2番目はは企業はやっぱり訴えたいメッセージがあるんですよ。で、これプレゼンがうまい下手だと分かんなくなっちゃうんですけどどこが本質かっていうのはここにもつながってくるんですが訴えたいメッセージがある。で 時間の中に全部詰め込もうとするから理解されにくいっていうところがあります。全部バッと網羅している中でどこが大切なのっていうことを実は IR の時に聞いちゃって構わないと思いますよ。たくさんプレゼンがありましたけども大切なのはどこですかそうするとちょっとずつ本質は見えてくるっていうふうに考えていいんじゃないでしょうか。横通しと縦通し。 まあ横っていうのは、いろんな銘柄を、えー、義経ではないですが、あちこち渡り動く。どうしても隣の銘柄よく見えちゃうんですね。だから横投資。縦投資は一つの銘柄を縦に追っかけるっていうことで、えー、行くべきで。どっちでもいいと思います。自分の好き好き。それから、時間軸を絶対決めるべきだと思います。曖昧もことした、いつか上がったら売れればいいなんて言うんじゃなくって、 まあ明日明後日は別にしてですよ1年後3年後5年後っていう時間軸をやっぱり決めるべきっていうところだと思いますで企業の時間軸は少なくとも3年5年10年です個人さんの時間軸はどうしても明日明後日明しあさえっ、ー、と来月1年みたいになっちゃうこの時間軸の差があるっていうことを再認識するっていうことが大切なんだろうなと思います それから私がよく使っている政策面での地図だとか政策の図だとか個別の銘柄から政策を類推してもいいですし政策から個別を類推してもいいですしやっぱり国策政策と市場展開は結びつけることが重要だというふうに思っていますだから難しく高級に考えないこと常識的に論理的に考えましょう特に優しくっていうところ つじつまの合わない投資シナリオには乗らない採用しないということが意外と役立ってくるんじゃないかと思います。で、えー、っとまあ40年かけて得たものっていうことでいくとなぜ株価は動くのかじゃなくてどう株価が動くのかっていうふうに日々仮説の実証を検証しましょうってうか仮説を検証しましょうということの中で 体に数字が染み付いてきてあれっていう時が出てくると思いますだから日々数字はまあ嘘をつくことありますけど裏切らないっていうふうに考えていくと数字を追っかけることによってその数字からストーリーができてくることがあるというふうに思いますだから株式市場では価値と株価は常にイコールではない思ったような価値と思ったような株価がパラレルに動くことはまず滅多にないっていうことなんで別なものだ って考えていいと思います。で、えっ、ー、と市場は効率的な市場仮説っていうのはノーベル賞級の学説ですけども。市場は実は非効率的だって考えることも一つの方法だと思います。これ面白いんですよ。もし市場が本当に効率的であるとすればですよ。株価がつくわけないんですよ。みんなが。 同じ方向を向いちゃうんですよ。効率的市場仮説になると。みんなが同じ方向を向いたら、向いたら、売りばっかりになっちゃうし、買いばっかりになっちゃうし、株価はつかないんですよ。だから、次のノーベル賞は、非効率的市場仮説っていうのが出てくると、ひょっとして取れて、この効率的市場仮説っていうのが消されて、そうすると何が起きるかっていうと、今のアナリスト試験の前提っていうのは、効率的市場仮説にのっとってますから、すべてのアナリストの仮説は間違っている。 っっていう時代がひょととすると来るかもしれないだから非効率的市場仮説を打ち立てていくことをフィールドワークにしてくれる若者がいたらこれはいいんじゃないかなっていうふうに思っていますで私だけが知っているなんていうのは不可能に近いんででもフィールドワークはやりましょうね現場はやっぱり見ましょうねっていうことはととても重要だと思い,ますでいつも言っていることですが踊らない騒がない慌てない諦めない踊らない騒がない慌てないこれが重要だ。 と思います。だからいちいち反応しないってのはここなんですよね。いちいちしょうもない為替の動きだとか金利の動向だとかにいちいち反応しない。大局的にだけ反応することが必要。毎日毎日為替で悩んでたら時間の無駄ですよ。というふうに私は思っています。銘柄選択とタイミングの重要性は同一。銘柄選択も重要ですが、同じ銘柄を買ったり売ったりしても。 儲かる時と損する時と両方あるということはタイミングというのはそれ以上に銘柄選択のタイミング以上に重要だということですねでタイミングを測るんであればリズムとスケジュールこれは重要になってくるのでスケジュールは特にやっぱり長期のスケジュールで物事を考えましょうということと、まあ、スケジュールを見始めるとまたこれも為替の連中のようにね、えー、同じようなスケジュールが毎年毎月続いているのに。 ああでもない、こうでもない。FOMC があるから大変だって、通過すりゃ戻るでしょっていう話ですよね。騒ぐだけ時間の無駄だっていうふうに考えれば、ただ、えっ、ー、と、オリンピックあるとか、そういうスケジュール、大統領選挙があるとか、それは重要にするべきですけども、まあ、 え雇用統計だとか FOMC だとか消費者物価だとか日々刻々と移り行くスケジュールに右往左往さるのは時間の無駄夜早く寝て朝早く起きる方がいいと思います政府の資料は時々見てますけども非常にいいでしょっていうことですし、えー、株式市場の関係者が絶対言わないことは株価は欲望の決発系なんですよ こんなもの景気の単応系でも何でもなくて欲望というものが市場を左右しているのにこの欲望というものに触れないと市場を見る心理を分析するところが間違ってくるということですねで。今日ずっと言ってますけど資を抹殺じゃなくて本質をつかむっていうことが必要ということとやっぱ経営者の志から投資家の覚悟これが合致して初めて成長への道っていうのは出てくるっていうふうに考えていいと思います。で企業には訴えたいメッセージがある でトップの表情を読むってこれ結構重要で「えー、と野望と執念」って書いてありますけどもやっぱり野望があるしそれから成長に対する強い執念これは読み取っていくことが必要だというふうに思っていますで相場は不連続と連続の反復なんで特に市場が驚くことが市場のマーケットの餌になるだからその驚きに乗っちゃダメなんですよね餌になっちゃダメなんですね驚きを客観的に見る それだけの余裕を持つっていうことが必要になると思います。で IPO で踊らないこれ踊りすぎ IPO はもうお祭りなんだからそこで踊らない少なくとも半年から1年ぐらい経って株価が落ち着いた後で今度は、えー、と新しく出てきた銘柄軍に「はいこんにちは」ということで「聖ハロー」を言えばいいということが言えると思いますし、えー、IPO の後のセカンダリーこそ本物の相場分かりやすいと思ってますんで もうね踊りたい気持ちは分かりますなぜならば動くからその動くものに乗ってるっていうことを切な的な投資行動にしか過ぎないっていうことで考えていくとやっぱりセカンダリーこそ本物の相場半年から1年経ってから相場の方に転換していきましょうということですね最後これ言う市場関係者多いんですよ注意しましょう警戒しましょうこの言葉を聞いたらだから何って返すようにしましょう注意したって負けるときは負けるんですよ 警戒したって、勝てるときは勝てるんです。これは、市場関係者の免罪符ですね。だから注意しましょうって言ったでしょ株価が下がったでしょ免罪符であって何に注意すればいいのか、何に警戒すればいいのか。はっきり売りなら売り、買いなら買いっていうことが、市場関係者には求められているんだろうなと思っています。だから、だから何っていうふうに答えていくことが重要なのではないかと思っています。まあ、今年作った相場発足 直近のものでいくと,、えー、と、相場を常に進化しています。その進化にやっぱりついていきましょうっていうところ、だから明日は今日の中にある、これ難しいんですけど、明日そもそもニュース、明日の明日の出てくるニュースって今日のニュースしか出てこないんですよ。明日は明日のニュースは出てこない、新聞の中では。だから今日の中にあるから今日の動きをやっぱりしっかりと追いましょう。 とといいうことです投資の条口に使いました、まあバッと書いてありますけどこれも結構役立つ逆指標を見つけるいるでしょ時々絶対に当たらない人ねミスター X 手を挙げてますけど絶対に当たらない人っているまあミスター X は当たらないとは言わないですけど先輩で言いました本当に外れる人。 市場評論家の、あの、株式評論家でもいますよ。とう、年寄りの人は外れること多いんで、逆指標にして、この人が強気になったら弱気を言う。この人が弱気になったら強気を言う。そういう当たり屋見つけるよりも外れ屋見つける方がいいんじゃないかと思っています。だから株式市場はわらしべ長者。わらを拾って最後はお宝にすりゃいいということですね。それから基本はやっぱりフェアバリュー、フェアプライス。この歪みをどうに取りに行くのか。 王道はフフェェアアバリューフェアプライスですでも皆さんが好きなのは日々の売買の中でこの歪みを取りたいっていう値動きのところを参加するというところなんでまあでもフェアバリューフェアプライスをえなんていうの金貨玉状にして2024年の相場も乗り切って頂ければよろしいんではないかというふうに考えております。ということでえお付き合いいただきましてありがとうございました。良いよお年をお迎えください。 ありがとうございました。ここで3番目のキーワードをお知らせします。キーワードは、けです。以上をもちまして、桜井英明ウェブ株式講演会企業 IR セミナーを終了いたします。参加企業のアンケートにお答えいただき、キーワード3文字を回答いただきますと、プレゼントを差し上げます。ただいまのセミナー内容をもう一度見たい。 お友達にも見てもらいたいとございましたら、アーカイブ動画をご覧いただければと思います。アイロゴス提供の株式戦隊上がるんじゃー、Amail.tv で株式セミナー動画配信を行います。アクセス方法は、株式戦隊上がるんじゃーで検索をお願いします。